ハイパー情報社会、高度情報社会というのはですね、高度失業時代でもあるんですね。基本は単色から多色です。僕らがストレスから逃れる方法は、ストレスを軽くするのではなくて、ストレスの種類を増やして、それに強弱をつけるんです。自分の話からしちゃうんですけども、なんでこの話するのかというと、5年ぐらい前にですね、フチクリって本を書いたんですね。それはフチクリエイターの略なんですけども、爆笑問題で進めという番組にも取り上げられて、まあ、そこでも話しました。その時に僕は、大阪芸大の学生の話、大阪芸術大学の学生の話を、その例として取り上げられたんです。今でも先生やってるんですけども、僕は大阪芸術大学というと先生やってる。そこは当たり前ですよ。クリエイター志望の若者ばかりなんですね。18歳から19歳から、僕持ってるのは1年生です。彼らが来てですね、大体、まあこれより狭い教室なんですけども、200人ぐらいの教室がいっぱいになるんですね。で、200人ぐらいの教室がいっぱいになって、で、僕は彼らに対して、毎年そうなんですけども、クリエイターになるための実技演習とかですね、もしくは考え方みたいなものを講義するんです。実習もします。そうすると、運が良かったら、その200人のうち3人ぐらいはプロになるんですね。200人中3人。これかなりね、甘い目に見積もってるというか、運が良ければです。で、どんな専門学校、アニメとかゲームとか漫画の専門学校行っても、200人中3人って言うと、岡田さん、それは楽観的ですね、とか、それは優秀ですね、って言われます。これが実際なんです。では、200人のうちの残り190何人はどうかというと、プロになれないんですね。そうすると、プロになれなかった。4年間無駄にしてしまった親に140万円かける4年間の学費を払わせて、なんかこう自分はダメだった。そんな失意と絶望というのは大げさなんですけど、がっかりした心を胸に卒業しないといけない。これ間違ってますよね。200人中3人しか成功しないのはもうシステムではないんです。仕掛けではない、仕組みではない。どこの世界にですね、200人教習所に行ったら3人しか免許取れない自動車教習所があるの。そんなのないんですね。プロのクリエイターになるっていう仕組みとか仕掛け自体が変になってる。変になってるというか、そんな仕組みがないっていうのを気がつくべきな。仕組みを疑うべき、システムを疑うべきな。っていうのが一つ目。二つ目、8年ぐらい前ですね、僕はフロンっていう本を書きました。フロンっていうのは、夫の論であり、夫人の論であるやつで、恋愛と結婚と育児の話を書いた本です。僕にしてはちょっと珍しい系の本なんですけど。でその中でですね、恋愛結婚のシステムが破綻してると言ってました。恋愛結婚のシステムが破綻してるんですよ。これを言うと、昨日は大阪芸大の学生の1年生の女の子に進路指導で話した時にですね、この女の子が、もう今の付き合っている彼氏とずっと仲良くって、そのまま結婚して、そして私は生涯幸せに暮らすんですって宣言したんですけど、宣言されてもなって思ったんです。っていうのは、結婚っていうののハードルが今こんなに高いのは、恋愛というプロセスを経ないと結婚しないとしてはいけないとみんな思い込んでるから、の考えなんです。そういう考え方で言うと、やっぱりその、なんか初恋には夢中の女の子、すごい反発しちゃうんですよね。でも現に、今、生涯未婚率っていうんですけど、つまり、生きてる限りずっと結婚しない。生涯未婚の率っていうのが 40% 超えてるんですね。で、近いうちにこれは 50% に近づいていくというか、ということはですね、何でしょうね。普通の人がもう結婚しない時代になってるんですね。これまでは、生涯未婚率が 15% とか 20% だった。それでも、最近結婚しない奴が多い。結婚しないのは別に当たり前だ。独身なのは当たり前だというふうに言われたんですけど、なぜこれ生涯未婚率ですから、一回も結婚しないという意味なんですよ。でもこれからは、生涯未婚率が 40% を超えるというのは、家電の普及率は 25% を超えると爆発的になるというのと同じで、社会システムっていうのは、あるシステムをやりたいんだけどできない人っていうのが3割を超えたら急激に崩壊するというふうに僕は考えています。で、生涯未婚率っていうのは結婚なんか別にしたくないんだっていうふうな人がそんな4割いるとは僕は思わないんですね。そうじゃなくて、チャンスがあれば結婚もしたいんだけども、でもできない。なんでだろう。さっき言ったクリエイターと同じですね。6割の人はなんとか結婚にこぎつける。でもそれも一回結婚すれば、生涯未婚率に入らないわけですから、離婚しても、そんな成功者の中に入っちゃうんですよ。そうなると、
何でしょうね、4割の人間が生涯のうち1回も、1回も結婚できない。それはもう社会が、この社会が結婚というシステムが破綻している。そういう証拠だと思いますね。さて、就職率です。8月4日のニュースですね。産経ニュース。大卒、進路未定10万7千人。就職率 61.6%。文部科学省調査。というのが出ています。つまり、大学を卒業したら就職する人というのは 61% しかいない。ですね。で、これ何かというと、もちろん大学院に行く人も含めるんですけど、ところが、大学院に行ったからといって就職する人の率というのはもっと低い。ということはどういうことかというと、僕らの社会というのは、就職したいと思って、だって、大学まで行くんですから、それは自分の生きていく条件を上げようと思ってるわけです。なのに、ちゃんと就職しようと思って、みんな就職氷河期の中で真面目に就活とかやってるのに、4割ぐらいの人が就職ができない社会に突入してしまってる。ということは、これはもう個人の頑張りの問題ではないんですね。多分、今就職やってる人の親の世代とか、おじさんの世代とか、お兄さんお姉さんの世代っていうのは、頑張ればなんとかなってた時代ですから、彼らはすごい生きにくいと思います。今、就職活動やってる。なんでかというと、自分が尊敬する人ですね。親でもいいですし、先生でもいいですし、先輩とかに聞いたら、みんな、でも頑張ればしか言ってくれないんです。でもそれは彼らは、4割の人間が就職できない世界というのを誰も体験してない。というより、今の日本の社会でそんなものを体験したことした人は誰もいないんです。その社会に来ている。そういうですね、さっき言った、何かできない、望んでるんだけどできない人が3割を超えると僕はこの社会というのを急激に崩壊するというのを考えてきていました。そういうふうな社会を僕らは生きています。就職はオワコンであるって話です。ビジネスがですね、終わりつつあるって話からします。終身雇用してもらってどっかの会社に入って、まあ、みんな就活するのはそれなんですよね。どっかの会社に入れば安心だとかですね、とりあえず親を安心させるためにどっかの会社に潜り込んで雇ってもらって、そうすれば安定する。だからすぐに潰れそうな小さな会社じゃなくて、できるだけ安定している大きな会社、みんなが知っているような会社ですね。せっかく大学に行ったんだから、せっかく4年間学んだんだから、せっかく親が100万とか200万かける4年間払ってくれたんだから、みんなが知っているような会社になんて意味がないって思って、それでなんかこう人気企業、なんか志望者が殺到する。だから就職活動が難しくなるんだっていう人もいます。でも、これは難しいんですねっていうのは、今よく言われているのがですね、企業の寿命は7年で終わるってことになってですね。で、最近僕はよく言ってるんですけども、Google がですね、みんなのビジネスオンラインのサービスを始めた。これ何かというと、Google 自身がですね、調査した世界中の職業ですね。お店とか、お医者さんとか、弁護士とかですね。ペットショップとか。どんな仕事にも対応できるんです。そのホームページ、サイト、宣伝のサイトを作りましょうというサービスです。で、この Google のですね、みんなのビジネスオンラインに登録すると、わずか15分ぐらいでクリックしていったら、オリジナルのドメイン、そのホームページの住所が与えられて、そしてそのページが本当にかっこいいのができてしまう。もちろん、プロに頼んだほどビシビシにかっこいいものじゃないんです。なんかこうセンスがすごくいいものではなくて、無難なんだけどそれなりのものができちゃうんですね。つまりユニクロです。上から下までデザイナーのブランドをバシッと決めたかっこいいもの、もしくはファッションセンスがめちゃくちゃある人ではないんですけど、ユニクロで一等に買って適当に合わせれば見れるじゃないですか。で、ファッションって実はかなりそれで十分であって、あとはもう自分次第っていうのと同じです。みんなのビジネスオンラインでできるページっていうのはユニクロで、適当に見れる程度なんですけど、あとはもうコンテンツ次第、中に何を載せるか次第っていう。これがタダでできる。まあなんといい時代になったということはできるんですけども、ところが今の日本にはですね、このホームページの制作代理とかですね、ホームページを作りますか、あとの企業のページ作りますというので、仕事を取っている会社が何百も何千もあります。そうするとその人たちはどうなるのか。Google がみんなのビジネスオンラインというものを発表した瞬間に、それらの仕事のですね、値打ちがゼロになってしまう。なぜ Google がそれなりの内容のものをタダで出しちゃいますから。彼らがいかに営業努力するんだ、俺たちはセンスのいいもの、もっとプロの光るもの、ニーズがあるものって考えても、ただの力に勝てるはずがないんです。みんな、どんな人も仕事するときに、
じゃあ、ちょっとかっこいいページ見たから発注するかではなくて、まず、Google ビジネスオンラインでタダで作ってから、それからいろんなところでやってみよう。作らせてみよう。それも呼び寄せたら3社も4社も呼ぶわけですよね。で、お宅のとこいくらでやってくれるの？あ、1ページ10万円。Google だったらタダだったんだけどね。お宅のとこいくら？ 1 ページ5万円。お宅のとこいくら？ 1 ページ1万円。ここでもう価格競争のライバルがゼロになるんです。こんな商売ができるはずがない。ということで、Google が素晴らしいことをやってくれた。ホームページをタダで作るサービスを始めてくれたおかげで、多分今日本ではですね、数万人の失業者がやってる。これがネットワークの本質です。ハイパー情報社会、高度情報社会というのはですね、高度失業時代でもあるんですね。何かネットワークで新しいことが始まって、僕たちの生活が便利になります。Amazon を僕よく例に出すんですけども、Amazon っていうですね、本屋さんの通販サイトがあります。本を通販してくれる。これのおかげで僕たちはすごく便利になりました。昔はこの同志社大学みたいな学校の周りには古本屋さんがいっぱいある。なんで古本屋さんがいっぱいあるのかっていうと、本がなかなか手に入らない。昔どっかで売ってた本、有名な本、今出版社ではなかなか出してくれない本、いろんな本を売るために古本屋さんが間違ったんですね。どんな大学の前に。でも今それ、この同志社大学の周りを見てもほとんどなくなってる。なぜかっていうと、Amazon みたいなものができたからです。そのおかげでみんなは古い本でも新しい本でもネットの中から探せる。もちろん、目利きの名人クラスの古本屋さんには負けるんですよ。勝てない。アマゾンで。目利きの名人クラスの人たちは、すごいいい本を見つけてきて、状態のいいのを見つけてきて、そして絶妙の配列で本棚を構成してくれる。そういうことはできないんですけど。でもアマゾンはものすごく安い値段で、それも本を売る人同士に競争させて、古本まで売っちゃうんです。そうすると、1年や2年耐えてた古本屋さんでも、だんだん潰れていって、今日本中の大学の前から古本屋さんがなくなりつつあります。アマゾンが僕たちの生活を少し豊かにしてくれるんですね。デジタルの力、ネットワークの力、情報社会のおかげで、僕たちの生活はほんの少し豊かになる。その代わりに数万人が仕事を失う。これが日本中いろんなところでゆっくり進行している。別にこれネットワークだけではなくてですね、100円ショップもそうですし、アウトレットモールもそうですよね。僕たちがいろいろ手に入るもの、それまでは定価でしか買うしかなかったものが、アウトレットで3割引き、4割引きで入る。僕たちがそれまで傘買うって言ってたら、なんか薬局とかそういうのところで売ってた350円傘、400円傘、700円傘しかなかったのが、100均とか300円均一とかですごく安く売れた。僕たちの生活はそれですごく便利になった。その便利さと引き換えに、やっぱり日本国内で大量の失業者が出てきてる。僕らのこの不景気って言ってる仕事がない状態ですね。就職問題の根本は何かっていうと、僕たちの生活がネットワークによってゆっくり便利になっていってからです。僕たちの生活の便利さと、僕たちの社会の失業率の上昇とはちゃんと関係があるんです。じゃあ、そういうですね、Google みたいな IT 系の企業に入ればいいのか。これがまた問題でですね、企業の寿命っていうとですね、会社の寿命と考え方があって、日経ビジネスが調べたデータではですね、84年の段階ではですね、企業の寿命は30年って言われたんですね。もう、有名な企業とかダメな企業含めて、全部の企業の寿命というのは平均すると30年ぐらいしかないって言われたんですけども、今最新のですね、2009年のデータでは、日本企業は7年、アメリカの企業は5年っていうふうに、つまり、それぐらいしか会社の寿命がないんですね、平均。だから、何でしょう、頑張ってですね、一生懸命辛い思いをして就職活動をしても、それらの会社の平均寿命が7年しかない世界の子たちは生きる。就職はオワコンだっていう原因一つですね。じゃあ、ベンチャー系どうなのかって、ベンチャー系って2年だそうです。日経ビジネスのやつで。2年ぐらいでもなくなっちゃうんですね。で、その割に、こういうネットの会社って仕事案外生んでくれないんですね。例えば Facebook っていうのは、この世界のビジネススタイルをいくつも変えちゃったんですけれども、Facebook の社員はようやくこの間3000人になったところなんですね。つまり、IT 系のですね、企業とかですね、考え方の変え方、社会システム、経済システムの変え方というのは、劇的に変わって、ほんのちょっと便利になって失業者を生むんだけども、それによって仕事を得る人はほんのちょっぴりにしか過ぎない。こんなことを書く。ちょっと考えておいてほしいと思います。なのでですね、なんかこう、仕事っていうかですね、就職するのが
しんどすぎる時代になりつつあるんですよね。で、この就職問題でもですね、それ単体で見るとなかなか分かりにくい。僕本人いてても、それはまあそうかもしれないけれども、それでも頑張って就職活動するしかないよ。もしくは、それでも頑張って仕事を見つけようよと考えている人多いと思うんですけども。よし、関西弁に切り替えます。僕は大阪出身だから、本来関西弁なんですけども、マイクで声を拾いやすいように、高い目の声をシフトしてるんです。そうすると、発音がクリアになって標準語に切り替わる。で、これを落として、今から、すいません、僕は大阪出身やから大阪弁で話しますね。仕事と恋愛や結婚は似てるって話をしようと思います。で、なんでかというとですね、この、さっきの仕事の話だけしてると、頑張ったらええやないかとかですね、なんかこう、それはお前の頑張りが足らんからやとか、もっと賢くクレバーに、貪欲に振る舞えばなんとかなるに違うかというふうに絶対に考えてしまうんですよね。で、そこから抜け出すにはどういうふうにしたらええのかな。そういう場合僕はよく補助線っていう考え方をするんです。つまり、何か考えるときにそればっかり考えてるとどうやってもフレームが固まってしまうので、意外なところから線一本シュッと引いてきて、例えばこんなふうに考えてみませんかっていう形で切り替えていくと、もうちょっとわかりやすくなるに違うかな。で、ネットによる変化のですね、最大のものというのは、この就職問題より、僕は恋愛や結婚問題を考えてるんですね。で、ネット以前とネット以降劇的に変わったものっていうのは、不倫とか浮気の率やというふうに言われてるんですね。これはだいぶ前に、月刊現代という講談社の雑誌がですね、1998年か9年ぐらいに調査したやつなんですけども、ちょうどその時に携帯電話が普及し始めた。で、携帯電話の普及率と主婦の浮気率っていうのは、きれいに正比例してた。その時のその、アンケートデータでこうすごいはっきりしてて、僕それすごい面白いと思ったんです。で、いろんなところで言うたんですけども、なかなかそれが本気にしてもらえない。それはなんか岡田さんが携帯とかネットとかメールとかが好きな、そういうなんか興味の若者やからでしょ。俺その時にもすでに40歳超えたんですけども、興味の若者やからでしょって言われて、ちゃいますと、これはすごい大きい地殻変動みたいなことが起こってるんです。ネットとかメールとかそういうふうなものの、情報社会が特に従って、僕らが結婚とか恋愛っていうのの像が変わってきて、すごい困難になってる。なんでかっていうと、その時に出てきたデータが、主婦の浮気率が 25% を超えた、30% に近づきつつあるって話だったんです。でさっきの社会というのは 25% から 30% の人たちが何かを守れなくなった時に急激に破綻する、僕の持論なんですけども、主婦っていうのはですね、浮気することに関してかなりリスク高いわけですよね。だって、専業主婦であれば、浮気したら旦那の方に、なんでしょうね、離婚言われるかも分かれへんし、離婚言われへんかっても、生活手段ですね、現金収入を夫の方に握られている限り、かなり家の中に行きづらいわけですよね。で、その意味で男の浮気みたいに、浮気できる場所がいっぱいあって、でどっか行ってちょっと飲んだ、こんな浮気のうちに入れへん。で、キャバクラ行った。こんな浮気のうちに入れへん。キャバクラの姉ちゃんとアフターでどっか行った。こんな浮気のうちに入れへん。キャバクラの姉ちゃんそのままちょっと二人で飲みに行った。こんな浮気の。この浮気のうちに入れへんと浮気っていうものが無限にこう、なんでしょうか。どこまでも繋がってるから、男の浮気っていうのはハードルがかなり低いんですよね。なので、今のその社会、男の人が日本で浮気しやすい社会では、浮気せえへん人っていうのは、浮気できへん人か、浮気をしたくない人かのどっちかだっていう。それぐらい極端なものやと僕は思ってるんです。でも、女の人の場合はそういうわけではなくて、女の人の場合は、浮気できない人と浮気したくない人ではなくて、そういう出会いとかチャンス自体がないっていう、まず圧倒的にメジャーな募集団っていうのが主婦のところにあった。それが、携帯電話程度ですよ。それも10年ぐらい前の、本当にガーパゴス携帯で言う前の恐竜携帯みたいなやつですね。あんな機能が制限されているようなものですら、主婦の不倫率、浮気率が 25% を超えてしまっている。ネットワーク社会というのは、そういうなんか、まず結婚像を変えてしまった、家庭像を変えてしまった。で、その次に僕らが直面しているのが、今は僕、その大学で若い子らと話しているんですけど、彼らがよく使うのが、この間から付き合うようになったとかですね、もしくは、まだ付き合ってないんだけど、って言ったんです。それ何かというと、付き合う付き合わないに定義があるらしいですね。なんでかというと、お互いに私たちは付き合ってるよねっていうふうに確認し合ったとか、それを友達に公開したとか、
つまりなんか、付き合ってるという事実を上場したというんですかね。社会的にオープンにし始めたみたいな、そういうのがきっかけみたいなものがないと、どうも付き合ってるというふうに言われる。そういうふうに彼は考えておるんですよ。で、これもやっぱそのネット社会やからですね。つまり、自分らの情報というのをどこまでオープンにするのか。で、それをオープンしたものは共有されへんかったら意味がない。そんなふうに考えてるから、そやから彼らは付き合ってるのかどうかをお互いに口頭で確認してる。それは10年ぐらい前、15年ぐらい前に全くなかった行動なんですね。自分らが付き合ってるのかどうかっていうのは、いつの間にか付き合ってることになっていて、周りに別に宣言したりもせえへんですけども、今のそのハイパー情報社会では、もし付き合ってなかったら、どっか誘われた時にどういうふうにするのっていう。なんかいろんなこうネットワークがあるから、付き合ってるのかどうかっていうのを外に言えへんかったら不利やし、後で面倒くさいことになる。そういうなんか情報時代のリテラシーみたいなのが作動するんです。結局ですね、その、今、男女同率 40% の人たちが不倫してる、婚外恋愛をしてるというふうに言われてるんですよ。さっき言った、破綻と同じですよね。障害未婚率 40% と同じく、不倫率、未婚率というのが 40% を超えたというふうに言われてるんですけども、ネットワーク、情報社会というのは日本人の恋愛観とか結婚観を変えてしまったと僕は思ってます。で、その結果ですね、恋愛とか結婚とかを多様性を持つし、一番最初に言ったように、これまでの日本人っていうのはですね、どっちかって言ったら、生涯に一回だけ恋愛をして、その結果結婚して、ハッピーエンドっていうなんか、ゴールデンロードと呼んでるんですね。そんなものがあると思ったんです。でもそうでなくて、多様性がある。例えば付き合ってるからといって結婚しなくても構わない。もしくは付き合ってなくても構わない。私には俺には二次元なんてことですね。なんかこう、そんなもんなくても俺には AKB48 があるからええんや。いやいや、私にはなんかこの心の嫁がおるからええんですとかですね。そういう男女ともに恋愛の多様さ、関係の多様さというのが持てるように。これ昔と全然違うんです。昔はその、なんでしょうね。結婚するかせえへんかとかですね。それは一人前になるかなれへんかみたいな大きい歯止めみたいなのがあったんですけど、今その生涯独身率4割超えるんやから、30を超えても独身でも、あんまり親も周りもぐちゃ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 言えへんです。こういう変化が仕事であるようになった。で、今やですね、なんかこう、恋愛とか結婚っていうのはするもせえへんも本人の勝手っていうふうになってますね。かつては本人の勝手とか言うとあかんかったんですよ。だって女の人は就職口なかったですからね。オールウェイズ三丁目の夕日の時代っていうのは女の人っていうのは結婚するしか生きていく道がなかったものですから。だから二十歳超えて25ぐらいになったらあんた何してんのって言われて、ええ人を見つけなさいって言われて、見つけられへんやったら親が結婚相手を見つけてきて親戚に頼んで無理やりにでも結婚させられた。で、それが嫌やから東京に出てきた、大阪に出てきた、京都に出てきた、大学に行ったっていう女の人が山のようにおった。それぐらい結婚せえへんかったら女の人が生きてかれへんかった時代だったんですよ。で、それが今や、するもせえへんも本人の勝手やねんけども、親に子供の顔、孫の顔見せたいから結婚しましょうかとか、もしくは好きやから結婚しましょうかっていう、個人の好みとか生き方の問題になってるんですね。で、なんでしょう。これね、僕、仕事に似てるなと思うんですよ。つまり、今や仕事っていうふうなものも、仕事につけない人ですね。大学卒業して仕事につけない人っていうのが 40% を超えてる時代では、おそらく徐々にこれまでのように、当たり前やねんけども、二十歳超えてんやから仕事しろ。大学出てんやから仕事しろ。ちゃんとしたところに就職しろ。で、働いて親を安心させるとかですね、ちゃんと稼げというふうに言われてて、それしかないと当たり前のように思っていた。それしか生き方がないと思ってた人らが、徐々に4割ぐらいの人が政府になってくると、それ以外の生き方もあるんやないの。もしくは、仕事するもしないも実は本人の生き方の自由なんやないかっていうふうに言い出す。またそんな恐ろしいことを言い出す人はおれへんですけど、そんな時代に来てるなって思います。なんとなくね、恋愛と就職似てるんですよ。やらなくちゃいけない気がする。でもなんか無理っぽい気がするんですね。で、親の世代っていうのは絶対にできるはずと信じてる。これも恋愛と就職の共通点ですね。やらなきゃいけない気がして、でも無理っぽい気がしてる。親の世代は絶対にできるはずと信じてる。もう、で、似てるところの最後の点、一番大きな点は、ネットが全部変えてしまう。ネットっていうものの普及率と恋愛とか結婚の変化率が、
比例しているのと同じように、ネットというものが普及すればするほど、さっき言ったように仕事の数が減って、そして物の値段が安くなって、生活がちょっとずつ便利になるから、僕らは何でしょう、ゆっくり茹でられているのは分かれへん、買えるみたいに思ってるんでしょうかね。少しずつ社会が確かに便利になって生きやすくなってるんやけども、仕事がしにくい、働きにくい社会になってる。そういうトレードしてるんですね。就職格差社会というんでしょうかね。なんかそんな社会になってたんですね。それまで結婚格差とかですね、婚活っていうのと同じ。まあもともと婚活という言葉は就活という言葉から逆に出てきたんですけれども、就職格差が起きてる。就職格差ってどういうものかというと、恋愛格差考えてもらえないんですね。かつての日本では恋愛というのはこんなに格差はなかったんです。かつての日本というのはモテるでもモテないでもない人が大多数で、そしてお年頃になったら自動的に恋愛というプロセスを減るかどうかはともかく結婚ができた。これはずっと長い時間の流れだったんです。100年ぐらいの。当たり前のように結婚したかったら結婚できるという時代ですね。その時に恋愛みたいなことを言うてたら、なんかちょっと止まりになってまうけど、とりあえず結婚だけでもしとこうか。結婚だけはできた。で、格差が広がりつつあるので、今、恋愛格差っていうのが広がりつつあるんで、結局それまでやったら、なんとか結婚できた、1対1の関係を結べたのが、これが上下にずっと分化していく。上の方のやつはすごいモテる。なので、いつもいつもいろんな相手から付き合ってください、付き合ってくださいって言われてモテると。モテる中には付き合ってくださいって言われるのもあるんやけども、とりあえず話する女の子、おご飯をおごってくれる男の子には不自由せえへんという状態が含まれます。こういうモテという状態と、非モテですね。恋愛格差という。中間のモテるでもモテないでもないという人が急激に減って、モテるやつと非モテ、非モテというですね。こんなんどうやってモテたらいいか分かれへんとか、モテるという状況がどういうふうなものか俺に説明してくれとか。なんか女と恋愛するという幻想が最近流行っているようだから、それは気のせいだったんですね。そういうふうなことを言う、その二極化がはっきり進んでいるんですね。この二極化がおそらく就職でもこれから進んでいく。就職の二極化はこれまでやったら望んでたら、誰でもある程度自分に似合った会社に入れる。恋愛結婚と似てますよね。誰でも望めば自分に似合った人っていうのを仲人さんや親戚が見つけてくれる。その相手というのは、腹の底から自分が望んでいた夢のような相手、生涯を託せる相手ではないかも分かれへんねんけども、それでも結婚したら何とかやっていけた。それで日本人っていうのは、ちゃんと1億3000万人まで増えることができた。その結婚と似たような就職がかつてあったわけですよね。その就職っていうのは、誰でも中学卒業したら、高校卒業したら、もしくは大学まで行ったら、ある程度自分の似合った職というのが与えられる、望んだら与えられて、それを一生ずっとやってたら、それは好きな仕事とはちゃんかも分かれへんねんけども、ちゃんとやりがいもあって、生涯仕事も保障されてて、ちゃんと家も持てるし、子供も持てる。こんな社会やったのが、さっきと同じように二極化がどんどん進んでいく。二極化が進んできた結果、仕事で持てるやつが極端に持てる。この仕事で持てるというのはあんまり、さっき言ったようにですね、恋愛でモテるみたいなものと違うんです。仕事でモテるやつってのは何かって言うと、正社員という場に居残らなければいけなくなった人がですね。適当な、今はなんか派遣がしんどいとか、パートはしんどいから正社員になったら、ええみたいなこと言われてるんですけど、考え物で、正社員に一回になっちゃったら、残業はせなあかんし、過重労働はせなあかんし、すごい大変なんです。だから今、仕事の現場っていうのは極端な人手不足なんですよ。変ですよね。就職なんやったら、なんかこう、仕事の現場が人手不足のはずがないんです。でも仕事の現場はどこも人手不足でみんな無理な仕事の仕方やってるんですね。8時間労働どころか10時間とか12時間とか平気でやってるんです。それはなんでかって言ったら若い人雇われへんか。雇っても仕事を教えられへん。教えてる余裕がない。そんな若いやつ入れても来年とか再来年うちの会社あるかどうか分かれへんねんから、とりあえず今おる人間でなんとか回そうと思ってる結果、仕事持てっていうふうに僕は栄養に言ったんですけど、仕事がある人間は極端に忙しくて、あれもやれ、これもやれ、これもやれ、あれもやれっていうふうに言われて、すごい偉いことになってる。そして、中間の普通に仕事がある人っていうのがごそっといなくなって、仕事がない人、非職っていうんですかね。非仕事の人たちが極端に増えてる。この人らは仕事したいなっていうふうになんとなく、さっきの非モテと同じですよね。恋愛に積極的なわけでもないんやけども、でも、
どう考えても普通に言ってたら、彼女ぐらいできても当たり前でしょ、彼氏ぐらいできても当たり前でしょっていう親のプレッシャーみたいながら、いや今の時代そういうわけではなくて、俺みたいに目立てへんタイプとか、なんかあのイケてる感じと違うな、ひもてってやつやねんっていうのを親に説明しに行くんですね。それが人たちがひもての層を作るのと同じように、仕事がある人は極端に忙しくて、仕事がない人、恵まれない人っていうのは極端に仕事がない状態で、中間層がない状態、これが僕が考える、その仕事と恋愛とか似てる現象です。これらはネットが引き起こした考え方ですね。なので、なんかね、今、生涯恋愛社会っていうふうに言うこともできるんです。つまり、一回結婚したらそれっきり恋愛なんかせんでもええ。で、ずっと幸せに暮らしましたっていうのを一語で、不倫とか浮気が当たり前になるということは、誰も油断できないんです。ずっと、なんかこう30超えたから結婚したから子供ができたからもう恋愛なんていうことせんでも済む社会と違って、栄養に言えば一生の間は誰かを好きに楽しい恋愛世界ということもできるし、悪いように言ったらいくつになっても自分は異性に対して魅力的になのかっていうのに対していつも値踏みされたり、自分の値段を見られたり、モテてるモテてないみたいなことがまるで立派な人間の条件のように見られたり、社会に僕ら生きてしまってます。それと同じようになんかね、生涯休職社会というんですかね。一生の間仕事を探したり、見つけたりせんなあかん社会。そういうのとこに僕らは生きてる。これからね、仕事なんですけども、まず、最後の、この講演の最後の方で、じゃあ具体的にはどういうふうにしたらいいのかという話をしますけども、ここから先、抽象的な話で、どういうふうになっていくのかって方向だけあります。基本は、単色から多色です。単色から多色。で、おそらくこれは、恋愛とか結婚と同じように考えてください。これまでは生涯、たった一回結婚すればいいのか、たった一回の恋愛では。そして一回人を好きになったら、それきり何も考えず、その人にずっとついていくことを考えればよかった。でも今の人間の恋愛観、健康観、それが幸せとは考えないんですね。そうでなくて、いろんな人と出会って、いろんな好きな人がいて、そして今とりあえずこの人とやっていこうという人と結婚する。で、結婚したからといっても、ずっと異性に対して興味がなくなったりするのと違って、それなりになんか、お茶飲もうかとか、久しぶりにご飯食べようかとか、ちょっとカラオケ行こうよとか誘ってくれる人がいっぱいいる。だからもし離婚することがあるかもわからへん。離婚するのはすごい悲しいことや、かもわからへんんだけど、でもその後でも私はちゃんとやっていけるだろう。これが現代人の幸せ像なんですね。結婚って極端な形じゃなくても恋愛でもいいです。恋愛のこれまでの幸せな形っていうのは、かつての60年代、70年代前半の少女漫画の関係でですね、いろんな人から言われるかは分からないけども、運命の人と出会って、その人以外言うにもせえへんの恋愛観ではなくて、いろんな人から好き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 言われて、で、ある程度ぐるぐる回っていったところで自分の本当に好きな人を見つける。そこがゴールではなくて、その後もいろいろあって、私は自分の恋愛というものをずっと探して生きていくっていうのが、現代の恋愛観のメジャーな幸せだと思います。それが単色時代です。考えます。これが単色から、まあ、どういうふうになっているのかというと、すみません。これがさっき言った、相手が一人から相手が多数になった恋愛観の移り変わりなんですけども、これをじゃあ仕事に分けていくとどういうふうになるのかというと、これまでは大学を卒業するまでに自分のやりたいことを見つけて、そして自分が入った会社で一生懸命やって、本当に自分のやりたいことをどんどん伸ばしていく。で、自分しかやれないことをやっていくっていう単色時代の価値観から、そうではない。そうではなくて、いろんな仕事があるやろ。自分はその中でぐるぐる回る。いわゆる課長島耕作って漫画が、読んでる人はね、案外少ないんですね。読んでないの悪口言う人多いんですけど、課長島耕作ってね、いろんな現場を回って結構いろんな仕事してるんですよ。で、ちゃんと社長になったっていう。だから案内人気があるんですけども、いろんな仕事をやっていって、自分が本当にやってるものなんだろう。本当にやってるもの以外に、全然自分がやりたくないもの、もしくは自分に向いてないと思うものをやらされて、いろんなところでいろんな部下とかいろんな上司と会って、総合的な出会いの中で、島君お前ないと社長任せられへんわ、みたいな話がハッピーエンド。つまり、そのコミュニティの中で主人公は、お前は追ってくれんと困るんや、と。それはスキルとか、なんか仕事の能力とかそういうのも違って、いろんなものを経験して、お前やから追ってくれんと困る。まるで恋愛時代の、多数恋愛時代のゴールデンロードみたいなものを、今の職業の幸せ度みたいな、そこに近づきつつあるんですね。分散箇所。たった一人に、
集中しない、分散恋愛。そして分散多数恋愛というのは何かっていうと、誰か一人とずっと付き合うっていうのはやっぱり世の中見えてけえへんから、付き合うんではなくて友達程度の人はいっぱいおった方がいいし、で誰かと別れたことがあったらそれをいつまでも何年も引きつけるんだちゅうことで、適当に新しい相手とちゃんと付き合った方がええよ、こんな友達は見ないと思います。これが分散多数恋愛時代です。生涯にたった一回しか恋愛せえへんのが絵に決まってるっていう単数恋愛時代から、いやそういうわけにいけへんねんから、現にこの世の中っていうのはだから、ある程度の出会いはあった方がいいし、もし恋愛でやめることがあったらもうそれきり恋愛せえへんなんてこと考えない方がええよっていうのと同じように、たった一つの仕事をずっとやるんではなくていろんなことをやっていった方がいいし、リストラされたりその会社が潰れてしまうこともあるかも分かれへんのから、常にそこから先のことを考えてた方がいいよというか、分散多職時代のものを考えて、多分いくつもの仕事をこれから僕らやることで、それらはお手伝いということも含むんですけども、月3万円の仕事って書いてある、これは3万円ビジネスという本があって面白いのでぜひ読んでほしいんですけども、その本の中に書いてあるアイデアがですね、一つあたり売り上げというか儲けが3万円の仕事を10個しなさい、それで人間食っていけるから、たった一つの仕事をするのそうすると危険なんですよね。すごい一つの仕事をしてそれに燃えてやる気になってても Google がそれに対抗して0円でやる仕事を始めてしまった、ビジネスモデルをやってしまったら、その仕事のジャンル自体が綺麗になくなってしまうんです、ね、だからもし今自分が人材派遣会社やってるとかですね、もしくは不動産やってるとか、いろんな仕事があるでしょう。で、これはここから先いけるはずやと思っても、ところが Google が無料で人材派遣っていうもののプログラムサービスを始めたら、無料で不動産のサービスを始めたら、無料で医療相談ですね、薬剤師の相談みたいなのを始めたら、それでも医者とか不動産屋とか人材派遣の仕事はゼロになれへんでしょうけども、絶対に仕事の数は100分の1ぐらい減ってしまう。なんでかって言ったらライバルが0円やから。そういうふうなことでですね、一つの仕事にかけるのは大変危険なので、10個ぐらいにどんどん分散しよう、その人は言っています。次3万の仕事を引っ越しなさい、なんですけども、僕は仕事とかお手伝いの総数は1人当たり毎月50が適当ではないでしょうか。50個ですね。で、50個を仕分けすると、月3万円の仕事が10個。月1万円以下の仕事、お手伝いですね。10個。無料の仕事を20個。マイナスの仕事を10個ぐらいちゃうかなと思うんです。月3万、月1万分かると思うんですけど、無料では何かと言ったら、僕らはゲームしますよね。ゲームって別に1円もならへんじゃないですか。でもすごい一生懸命やってる。あんな仕事してるのも同じですよ。じゃあもうあれ仕事と考えてええんちゃいますもん。なんかお母さんによう言われましたら、何してんのゲームまあゲームで言うとドラクエというかわかんないですけど、でも僕ら何してんのって言われた時に、俺は仕事してんねんって言いたいと一生懸命抑えてるんですよ。もう仮面やないですか。俺の嫁は二次元ありなんでしょ。俺の仕事ゲームありにしましょう。ただ仕事の中には金がもらえる仕事と、ちょっとしかもらわれへん仕事と、ただでやる仕事と、金がマイナスになってしまう仕事があるんです。男の人はキャバクラ行きますよね。キャバクラ行ったら何するのか。女の子に機嫌を取るわけですよ。仕事してるんですよ。金を払う。これがマイナスの仕事です。お金のマイナスの仕事も僕らあるんですよ。育児とかそうです。子供なんかそうっても別に取るものないです。エゴがありますよ。心がある、感動がある、感謝があるとか、エゴがあるんですけども、でも育児という仕事をやってたら、出費ばっかりが取れるんですよ。だからこれで、やる量が減ったらせえへん。僕ら仕事っていうと、いかにちゃんとお金をもらえるのか、親にちゃんと言えるのか、ちゃんとそれは社会的に身分があるのか、ばっかり考えた結果、めちゃくちゃ生きにくい世界になっています。そうと違って、仕事っていうのを仕分けするだけでいいです。その中で月3万円ぐらいの仕事、月1万円以下の仕事、別にお金もらわれへんけども、いや、勝手にやってる仕事、これを趣味という人もいます。マイナスの仕事、マイナスの仕事は、結局持ち出しになってしまった仕事です。持ち出しになってしまったら、儲けがあかんのに仕事で損したらっていうふうなことで、劣等感を持ってしまうけども、マイナスになってるぐらいの仕事やから、楽しいに決まってるんですよ。そんな楽しいことを自己否定してどうするんですか。結果的にこの月3万、1万無料、マイナスの仕事を50個やってて、
毎月あたりの自分の持ち金っていうのが20万円か30万円か、それでええやんか。そういうふうに見たら絶対に幸せなんですよ。そういうふうに仕事自体を3万、1万、無料、マイナスというふうに分けて、全部で50種類ぐらい、毎月毎月お手伝いとかをするようにする。そうすると、一つの仕事に関して、あれもやってくれ、これもやってくれって、バーッと波が来ることになります。逆に言うたら、この仕事いけると思ったはずに、どんどんなくなってしまうということです。で、もし一つの仕事しかやってへんかったり、これまでの仕事感に縛られたら、どんどん儲かり出したら、その仕事を拡大して、それを専業しようとしてしまうんですね。つまり、なんか、ヒット作があったら、これだけで売っていこうみたいなものです。逆に、ぎゅーっとその仕事のパイが少なくなって売り上げが下がったら、なんとかして売り上げを上げなあかん、維持せなあかんって考えてしまうんです。そうと違います。なんでかって、この世の中はもう自由にならないんです。この世の中っていうのは、Google や Yahoo や、あと Facebook や Apple や、巨大な IT 系の企業や、あとそういう系の巨大なシステムとか、原子力発電所とか政府とか、いろんなものが複合的に混ざり合っても、何が何か分かれて、陰謀はあるかも分かれてるの、中心人物がおれへん世界になってるんです。その結果、この世界の不安定さというのは極大にまで達した。でも僕らその中で行くわけですね。その結果、仕事の中は、仕事はある意味にピタッとなくなってしまう。ホームページ作る仕事を戦略までいっぱいあったのに、Google があんなこと始めたから、いきなり仕事がゼロになってしまうものもあれば、ついこの間までやっていたなんか、アルバイトみたいなやった仕事にやたら注文が来る。その時点だけ絞って、ネットワーク自体にこんなビジネスサクセスしたっていうふうにして、紹介してもらうことがあるかもわからないけど、そんなんで生き残った人は何を思うかもです。仕事が何かうまいことが言ってるからってこだわったらあかんです。仕事サービスです。僕らがやってるのは仕事サービスです。ある時に大きい波が来るんやけど、それは波が来てるだけで、次の小さい波をサクセス、次々と乗り換える。その乗り換えていくこと自体を僕らは楽しむしかない。50本仕事をやる。たった一本冴えたやり方を見つけて、ずっと迷ってるのは、たった一人の、ひょっとして折れへんかも分からへん人を探して、永遠に来るかも分からへん恋愛や、永遠に来ないかも分からない結婚を待ってるのと同じ状態なんです。それは、日元への道を突き進んでしまう。その場合でもなんとなくですね、なんか二次元があったらいいのに、脱出口があったらええんですけど、仕事っていうのはやってないで、僕らを苦しめちゃうんですよ。なんかお前世の中の役に立ってんやねん。すごくしてしまう。それ考えるんで済むように、50ぐらいのやり方っていうのをやってる。で、多分この月3万円の仕事っていうのをやってたら、1万円以下になってしまう、無料になってしまう、マイナスになってしまうことがあるんです。その時に別にやらんでもいいんです。そうと違って、その場合は好きやったら続けてもええけども、その代わり今やってることの中で3万円ぐらいになるやつをちょっと増やしていこうか。で、月3万円ビジネスの方面白いです。月3万円のビジネスやってて、3万円以上だったらどうするか、6万円とか9万円売り上げ上がったらどうするのか、その本に書いてあることは単純で、その仕事を2つか3つに割って友達にやるってことです。つまり、3万円以上儲けるのがあります。その方が10個できる。3万円ビジネスが6万円とか9万円とか、仮に30万円のこととして、仕事を1個にする方がずっと危険で、それを30万円だったら10個に割って10人の友達に使われたですか、その10人の友達も全員3万円ビジネスやってるやろ。お前に必ずええ仕事をちゃんとくれる。そうやって生き残りリスクというのを、ちゃんと、生き残りリスク分担というのを、ちゃんと考えてくれてる。僕はこれすごい感動した。そうなんですよ。これ仕事っていうのは、たくさんやるから意味があるんであって、たった一つやるということは、この時代、大変危険なことです。それが僕が考える、就職はオワコンである。就職自体が終わってるって考え方ですね。第2番、お金の話をします。お金は終わりである。終わってしまったコンテンツである。あのね、お金、何のために必要なのかっていうことから考える方が、めんどくさい話ですよ。手取り前にですね。で、この僕がよく考えるのはですね、普段にこれが必要だろうと言うんですけども、ちょっと待てよ。そういう場合、思考停止に陥ってはいけない。食うためにこれが必要だっていう人は、じゃあお前は実際の収入の何パーセントを食うために使ってるんだ。そう考える僕たちは、実は驚くほど食うためにお金は使ってないんですね。何か欲しいものを得るためです。その欲しいものっていうのは、欲しいですか？必要とはあんまり関係ないんです。
必要ではないんだけど欲しいもののためにお金を使う。だからこそ僕たちは人よりもちょっと割のいい仕事でも違ったり、人よりもちょっと儲けたりしてきた。僕らは人に自慢するものなので、自分の生きがいを変えるっていうのも、必要なものを得たときとかですね、食べていくものを得たときではなくて、それよりもちょっと上の何か楽しいものを得た。そういうのを僕らはすごい嬉しくて、テンションが上がって、自慢してしまう。で、なんで俺いつも出た気持ちになるんですか。で、僕ね、俺考えたんだけども、金っていうのは何のために使うわけだよ。こんなふうに説明してみた。よし、じゃあ。iPod を入手する6つの方法。これはこの間ニコ生っていうやつでも話してるけども、iPod を買うときに俺ら金出して買う。確かに金出して買うんですよ。で、多分6つある方法は。1つ目、新品を定価で買う。2つ目、ネットで安く買う。3つ目、中古をネットで買う。4つ目、何かと交換してもらう。5つ目、誰かからもらう。6つ目、誰かから借りる。実は、iPod を手に入れることだけ考えても、2万円の新品を買うところから、1万何千円かのネットで安く買うところからやっていって、どんどん値段が下がっていくって、これなんかどれでもいいんですよね。でも僕ら、お金が必要や。なんでかというと、物を買うため、欲しいものを手に入れるためやるときは、1番目と2番目しか大体考えない。じゃあ、3番目、4番目、5番目、6番目が、一番上に行かれへん、負け犬の方法なの。偉い人は新品で買うて、で、それよりちょっとダメなやつがネットで安く買うて、それよりもっとダメなやつが中古で買うて、一番上のやつは誰かからもらう人だ。ちゃいますよね。だって、タレントさんとかが、いや、これなんかもうソニーさんから買ったんですよとか、いや、もしくはこれはなんかマイクロソフトさんから提供してもらったんですよって時に、テレビ見てる僕ら、ええなって思うんですよ。有名人、ええな、得やなと思うんですね。なんかこう、どっか入ってって、いや、これ店番の売りですっていうふうに言われた時に、僕ら、ええなと思うんですね。僕らがええなと思うのは、それが新品で、定価でとかネットで安く違って、誰かから持ってるっていうのを見た時に、その金額以上のなんか羨ましいっていうのが発生するんです。なんでかって言ったら、上に行くほど、これ、新品で割高いわけです。だって、iPod って、新品を定価で買うよりも、誰かからもらうとか、誰かから借りた方がええんですよ。なんでか言ったら、もらう、くれる人とか貸してくれる人というのは、使い方まで教えてくれるのに決まってるからですよね。で、その中にはすでに曲が入ってるのに決まってるからですよね。中身空っぽにして人にあげる人ってあんまりおりませんね。ちゃんともう自分の曲が何百曲か入ってるんですよ。で、これ気に入らんかったら消しといて、みたいなこと言ってくれたり貸してくれたりするわけですよね。で、そうやって来たものっていうのは、お話がついてるんですね。これなんとかさんに儲けとか、これなんとかさんから借りてとか、これ親父の形見やとか、誰かからもらったものには必ず俺のところに来た意味やストーリーが絶対についてるんです。それは他人に語れるのに、せやけどお金を払って買うたものはいくらで買うたしかないんです。せいぜいどこで買うたですね。銀座で買うてんとか、大丸で買うてんとか、そういう場所みたいなものがあるし、いやこれいくらやと思う、ちゃうねん、9000円やってんよ、その程度の話題しかない。しょうもないもん。それが自分のところで回り回ってきた来歴がない。なんかね、なんでしょうね。家系図がないみたいなものなんでしょうね。もろたもんとか、誰かから借りたもんっていうのは、必ずその人が、こう、下手何かがあったわけですね。入れてた曲とか、いや、これ大事にしてたけど、新しいのことだからええわ、みたいな。その時受け取るときに、これいつ買うたんとか、どんな時に作れたみたいなことやったら、もらう時にそのストーリーまで引き継いで別のことができるんです。これ外国人の家を買う時の買い方に似てます。日本人は新品の家を買うのが好きやねんけども、外国人は中古のとても古い石造りの家を買うのが好きやと言いますよね。なんでかって言ったら、18世紀の家で、もともとは地方領主が住んできてんけど、もともとはパン屋の家やってんけど、改造して自分の家にしてんねん。それが彼らの考えがかっこいいことなんですね。何かの伝統とか何かのストーリーを受け継いだところに自分がある。流れの中に自分があるって考え方ですよ。そういうの日本人は嫌いやから。僕ら最近、お祭りとかですね、県民性とかそういう話大好きやからです。僕らも社会の流れの中に行っていて、どの部分に自分がおるのかってこと話は大好きなんです。ただそれがこれまで過剰に否定的に語られてる。なんかその歴史上のことって言ったら、いや、日本人に言うことで膨らんといてくれとか、京都民に言うことで膨らんといてくれみたいな過剰な反発だ。
でも過剰な反発は、ただ完全に個人に自由な個人にされたら全然そうと違うんですよ。こう過剰に何やろ、伝統とか流れっていうものを否定するんやけど、その代わり自分は例えば2ちゃんユーザーやとか、ニコ生ユーザーやとか、もしくはオタクやみたいなことで別のところでアイデンティティ、やっぱりどっか流れの中に自分を入れへんかったら落ち着ける、そういう生物なんです。なので、アイコンを導入する6つの方法をこう書きましたけども、上に行こうとしんどくて割り高。でも、20世紀の間はこの上の方がかっこいい気がしたんです。こういうふうにかっこよくしてきました。だからお金が欲しかったんです。実は下に行くほど、負担が少なくて楽なんですよ。だって自分が飽きたら引き取ってくれる人がいる。自分がもう使えるようになったら、自分の次に欲しがってくれる人がおったら、で俺なんとかさんから持ってるけど、もうお前にやるわ、お前俺は好きやろってあげることができるんです。自分もそのストーリーの一部になれるんです。誰かのところで覚えてもらえる一部になれる。これいうのをミームっていう人もいます。遺伝子に対する知伝子。まあ、知性のうちの遺伝子みたいなものですね。誰かに忘れられない単位になる。何か人に、なんか新品のものを買うて、飽きたらそれを捨ててしまったら、そういうミームが全然残らないんです。そうと違って、誰かから受け取って、そのストーリーごとに出てくる。あ、これなんとか最後の盲点じゃん。ちょっと考えられへん。アニソンばっかり入ってる。その時そう思うかわからないけど、アニソンばっかり入ってる iPod を手に入れるっていうストーリーになるわけですね。そこに自分はまた変なの、バーっと入れる。変な声、英語ばっかり入れてもいいですけど。だったら誰かにあげたら、ちょっと待って、この iPod 変やぞ。なんでアニソンと AKB しか入ってんねん。またそこに自分がこうまた変なものばっかりバーっと入れる。で、次の人に回したらって、どんどん面白い iPod ができる。それはなんでかやったら、それまで持ってた人の個性が上に乗っかってるからです。こういうふうに、古いものとか中古のものとか、お下がりっていう考え方によって、必ずストーリーが出てきて、そういうストーリーの中で僕らは生きてるのに、新品にはそういうストーリーないんですよ。で、自分があったら引き取ってくれる人、お金出した人、業者に引き取ってもらわないといいんですね。中にして許可入ってて、便利。使い方も教えてもらう。そういうわけで僕は、アイポッドを手に入れるものとの中では、この上3つよりは、下3つの方が豊かやと思うし、そこから先の関係も楽しく伸びていくと思います。でも、僕らは、でもお金はいるやんか。でも就職せえへんかとお金得られへんやんか。でも生きていくにはお金がいるやんか。ついつい上半分で発想する癖をしているわけです。まあ、クラウドシティっていう SNS をやってるんですけども、来年の1月にクラウドシティがオープンして1年になるから、いや、それやったらイベント消化、東京でイベント消化、日本10大イベント消化って話今やってるんですよね。そのイベントのところで、いや、ええな、九州に住んでれば行かれへん、誰かカンパしてくれへん。じゃあなんか、ちょっと余裕があったらお金出しちゃって、そいつを連れてこようみたいな話だと思う。僕それに対して、いや、それ違うって思わずコメントとかに書いてしまったんですけど、それは違う。何かしたい。それはお金がないから行かれへんっていうところで、もうすでに回り道をしてる。お金っていうのは回り道なんだ。さっき言った iPod で言えば、iPod が欲しいからバイトをして、で、2万円お金貯めて、新品の iPod を買いに行って、マニュアル一生懸命やり方分かれへんとか、やり方分かれへんとか、考えて、その後ユーザーサービスに電話して聞いたり、友達に電話して聞いたり、ひょっとしたら iPod の使い方って本まで通ってやったりする。一番回り道で、一番損な方法やと考えるんですよ。そうと違って誰かから貸してもらうとか、誰かからもらうっていうのは、お金も使わんで済むし、その人と縁も深くなるし、仲良くなることもできるし、さっき言ったストーリー聞くこともできるし、曲もすでに入ってるし、使い方聞くこともできる。ええことばっかりやと。なんでお金を払って買うっていう、一番遠回りのしんどい回り道選ぶのかっていう話と同じように、東京へ行きたい、でもお金がない。これがもう回り道へ行ったら発想です。東京へ行きたい、でも手段がないっていうんです。そしたらその瞬間にこの人は、誰か東京へ行く人、僕を乗せてくれませんかっていう選択肢が出てくるんです。そうすると、お金を自分が稼いで、それで切符を買っていったら、すべて自分が一人きりの行動にしかならないに対して、誰が僕を東京へ連れて行ってください、大阪へ、京都へ連れてくださいって言ったら、じゃあ車に乗るか、何人かで一緒に行くから安くなることに言われたら、そこで当たり前の面倒くさいことがいっぱいあるわけですね。で、車に乗せてもらえたらガソリン代払いましょうかって言わなくかんとか、一緒に乗ってる時に何か話題提供せなくかんとか、何か曲でもかけましょうかって言わなくかんとか、面倒くさいことがいっぱいあるんですけども、その
面倒くさいことを避けるために2万円とか3万円の旅費を稼ぐために働く方が実は面倒くさいんじゃん。そうやって働いて稼いだお金で効果としても何の縁も何のストーリーも自分には発生せえへんけども、でも東京へ連れて行ってもらうためになんかこういろいろお話しした、でも滑った、でもあっアホって言われた、ちょっと人生相談した、ちょっと楽しかったっていうストーリーをせっかく手に入れるチャンスを不意にして、なんでお金というのがありますかね。2万円の iPod を買うのに2万円分稼ぐ時間よりはその iPod を誰かから借りたり持ったりするために使う時間や手の方が多分小さい。でも僕らいつも一番外側の回り道ばっかり考えてしまう。その一番外側の回り道っていうのはなんでかというと煩わしさが逃れるためなんですね。さっき言った誰かに頼むためには俺 iPod 欲しいんだけど誰か持ってへんっていうのは言わなあかん。あかんかったらまた次の方法考えなあかん。乗せててくれへんけど誰かに頼まなあかん。乗せてもらうときには何か話してるのかなって。煩わしさ。この煩わしさを僕らは過大評価してるんです。で、それを最初にするためにお金という手段を使うことしか知らなかったから、思いつけなかったから、僕らはお金を使いすぎる人間になってしまうんです。それがそのお金が必要な理由の僕らは最大のものです。食うために金がいるって言ってる人間の資質の7割は食うためと違うんです。そうと違って、この煩わしさを逃れるためなんです。親と一緒に生活したら安上がりで楽に暮らせるはずやのに、親と話す煩わしさが家から別に暮らす。これもそうですね。すべて煩わしさがあるんですけど、その煩わしさの中には、もちろん今の親みたいに、絶対に自分は、いやいや、絶対のものがあれば、ちょっと待てよ。この煩わしさっていうのを逃れるために、わざわざこの就職業を失い、金まで稼いで、それでなんか家賃まで払うて、そんなことして俺の人生に何があるの。そうやっていきながら関係性減らすだけやから、これで親がこっくり言ったら、なんで俺は別々に住んでんやってなることになるんです。こんななんかこう、反作用が10秒くらい待ってるのが分かってる人を通ってしまうんです。負けにですね、好きなことをするためにお金が必要というところですけど、本物ですか？月曜から金曜まで5日間働いて、それでお金貯めて、土曜、日曜に好きなことをするってよく言うんですけども、そんなこと好きなことできますか？月曜から金曜まで一生懸命働いたら、土日にすることに、えらい期待値かかってしまうんですか。いわゆる、香港最後の夜問題って言ってるんですけども、香港に旅行に行って最後の夜は、何が何でも中華街と気がついません。そうなんですよ。香港に旅行行って最後の夜、マクドナルドって言われたら、みんなめっちゃテンション下がるんです。これが香港に1ヶ月やったら、1回ぐらいマクドええよ。香港マクドするとこういうことになるんですけども、最後の夜になってくると、やっぱりもう一回中学校よというのは絶対になってまうんですよね。でそれと同じようにですね、月曜から金曜まで働いて、もしくは月曜から土曜まで働いて、やっと日曜好きなことできるって言ったら、その日曜日にその好きなことのハードルがガーッと上がってしまうんですよね。で、ちょっとでも嫌なことがあったら、一週間がもう真っ暗になってしまう。だから、絶対に楽しまなきゃ、過剰に楽しまなきゃ。だから、ディズニーランド、私が大好きなはずやから、絶対に楽しいはずやから、絶対に嫌なことをだから言わんと取り上げてってことで無理をしてしまう。月曜から金曜土曜までのストレスと楽しくしなければいけない土日のストレスの両方はなんか僕らをしんどくしてる。そのことが起こるんですよ。それも月曜から金曜土曜まで働いてお金を稼いでそのお金を使うことによってストレス発散しようっていう、すっごい回り道してるから、ストレスをなくすことを考えていますし、ストレスから逃げることを考えていて、ストレスって強弱なんです。種類の差と強弱。座ってる仕事ばっかりやるとストレスが最大です。だからといって、座ってる仕事と寝るを繰り返してると、自分経験あるかわかるんですけども、座り仕事にガーッとストレスがあって、寝たからと疲れ取れるんです。別のストレスかける人も、運動すると。運動してる人は別のストレスかける人。本読むとか映画とか。そうやって、いろんなストレスの、いろんな種類の、いろんな強弱というものをやることによって、やっと体がリラックスしてほぐれてくる、脳みそがほぐれてくるんであって、僕らがストレスから逃れる方法は、ストレスを軽くするのではなくて、ストレスの種類を増やして、それの強弱をつけるんです。だから仕事50というのは、僕、極論でも何でもないんです。僕自身が、その仕事50に近いやり方ですよね。つまり、いろんなところがフリーで仕事やってたり、線でもいいことをやったり、さっき言った学生の相談に乗ったりっていう、やんでもよ、俺なんか、昨日なんか、パフェまで、もうあいつらにパフェを持ったら、まあええんですけれども、これ、お金がマイナスになる仕事ですよ。
自分の時間を削って睡眠時間をちょい削って学生の就職相談に行ってパフェを奢ったりながらなんでこんなことするかなと思うんですけど、それは最後の方で言ういい人戦略につながる。いい人戦略、えげつないことです。別のことを言うと思います。だってお金は可能性や、なんかいろいろお金があったら何でもできるでしょう話ですね。金の可能性のため、つまりお金持ってたら何でも好きなことができる。例えば今はまだ好きなものがないんやけど、来月新製品が出たら欲しいと思う。欲しいと思った時に手に入れるのはいじめやないですか。嫌やないですか。誰か持ってる人がおったら羨ましいやないですか。なんで生きてきたの、人より幸せになるために生まれてきたのに、そんな嫌なものせなあかんんですか。そのためには金がある。金があればその金自体に価値はなくてもどんなものにも変えることができる。万能の交換ツールですね、お金は。それは便利ですけど、お金っていうのは。万能の交換ツール。そやから、何でもできるから何がしたくなるか分かる。宇宙旅行がしたいってことです。22億円あったらできるやろ。ブルジュ・ドバイに住みたい。ドバイではなんか変な、めっちゃ高い、高いホテルですけど、あのところに今行きたくておるのかとか、神田うのがいたところですけど、あそこに行って泊まりたい。それはまあ、なんか、150万ぐらいあったらスイートに泊まれるそうなんですけど、そういうようなこともお金があったらできる。あの今とりあえず欲しいものはまあいろいろあるんやけども、次何か欲しいと思った時のためにお金を持ってるんやという人は大体ブランド品ぼっちゃりとくるんです。でブランド品ってのは何かというか、その人が羨ましいと思ったり欲しいと思ったことなんで、それは何でかって言ったら、何でしょうね、これがええもんやとか、これがあなたが欲しくなるもんやとか、これはあなたにふさわしいもんやとか売り込まれた。それって欲しいもんちゅうて、誘惑されただけやと、僕はついつい考えてしまうんですけど。ちょっとね、別の言い方しますけども、ゴミ屋敷ってあるやないですか。ゴミ屋敷に住んでるおばさん。あれのゴミ屋敷っていうの面白いもんで、テレビで見たいのね、家の外にまでゴミがガー出てるわけですよ。で、そこにコンビニの袋が座ってて、そのコンビニの袋の中に、コンビニであるよう、チャーハンとか麻婆丼とか買うたら、プラスチックのスプーンついてますよ、カレーとか。あれがね、何本も刺さってるんですよ。で、そのゴミ屋敷に住んでるおばあさんのところに行って、テレビのレポーターが、なんでこんなところに住んでるんですか、でもこんなね、もうスプーン嫌やないですか、捨てなさい。で、これはまだ使えるからって、そのおばあさん言うわけですよ。で、使えるって言うのは100本譲って分かった。めちゃ不衛生で汚いけど分かった。なんであんた一人暮らしたのに6本もあんねんと。で、そのうちの、ではせめて5本捨てようよって言ったら、でもまだ使えるっていう、このおばあさんに。そのおばあさんの家、結局、ある程度広くて綺麗な家のはずなのに、ゴミで溢れてる。それは、ゴミ違うんです。そのおばあさんにしてみれば、今のコンビニのスプーンと同じで、すべて使えるもので、値打ちがあるもので、手放したら損をすることができてるんです。だからそのおばあさんは、もう今や家の中で自分が寝転ぶスペースしかなくて、家の中が臭くて、言うてしもたら、ほんま言うたら、角地にある、僕が見たゴミ屋敷なんか住宅街の角地にあるんですよ。で、多分、地下だけで8000万とかね、それぐらいするような家ですよ。ちゃんとした家やから。ひょっとしたら1億とかで売れたような家、ほぼわかる。でも、その家の不動産買うと何か、ゼロとかマイナスですよ。そんなおばさん住んでて、ゴミ屋敷やから。それどころか、その近所の家の地下で、そのおばさんを大幅に下げてるんですね。その近所の家の人は家売りたいけど、近所にゴミおばさんが売るから、本来やったら7000万円で売れる家が、5000万円、4000万円しか売れへん。そしたら、どっかの家でおじいちゃんおばあちゃんが死んだら遺産相続の偉いわけ。なんでこの家5000万円、4000万円、あそこにゴミのババが住んでるから、行政に言うと追い出してくれ。そうなると、そのおばさんは、ただ単に一番最初はちょっとしたこだわりで物が捨てられへんかっただけやのに、ついには近所の人からものすごいいじめられることになるんです。それは一周騒ぎとか言われるんですけども、それだけと違うんですよ。なんでかって言ったら、その地域全体の値打ちを下げてるから、そのおばさんはその地域のパブリックエネミー的になってしまうんです。そんなことを生き方として楽しいはずがない。でもそのおばさんは、そういうことをやめられる。なんでかって、まだ使えるからですね。なんか使えるから、捨てたら損するから。さて、僕らは今、多分ですね、物屋敷に住んでます。僕らのですね、僕自身もそうなんですけども、家の中で1年以内に使ったものがどんくらいあるかって言ったら、僕ね、昔出たレゴのオーディオセットに持ってるんですよ。
CD プレイヤーなんですけども、レゴブロックの形した、レゴを巨大に拡大したみたいです。かっこいいなと思ってポータルですよね。でもよく考えたら僕音楽聴けへんんですよ。かっこいいと思ってポータルから、3年間電源入れてないんです。なんでこんなもんあるんやろ。いや、オブジェとしてええから。俺の家、オブジェとしてええもん、山のようにやるぞ。なんか豆腐屋が豆腐仕入れるみたいなことすんなっていうぐらい、オブジェとしてええもんなんか山のようにあるんやけど、でも怒ってしまうんです。僕らは物屋敷に住んでるんですね。その物屋敷っていうのは何かって言ったら、豊かな生活やと僕らは思い込んだ。欲しいって思ったものは買えへんかったらあかん。なんでかって言ったら、レゴのオーディオセットみたいなものを欲しいと思える自分ってちょっと可愛いやん。それを今俺買えるだけの、確かあれね、2万円くらい。2万円くらいの金あるやん。パッと買えるって楽しいやん。でも買うてしもたら電源入れへんで、結局今埃かぶってるんですね。それを見たらなんか自分は、僕自身今すごい後ろめたい気持ちなんです。なんで俺金払って後ろめたい気持ち。今のゴミ屋敷からの話の流れで、僕たちが今、物屋敷に住んでますって言われたら、多分皆さんの心の陰にも、岡田嫌な話始めてなっていう、陰がさーっと走ったと思うんですよ。だからそういうことです。僕らは、なんか自分にとって不本意な生活をしてる。これ僕は、いつまでもデブと思うのよ、ダイエットの本の中で、太る努力。デブの人間ですね。僕を、かつての僕を含めた、あらゆる太ってる人間っていうのは、痩せる努力ができない人間ではないんです。太る努力が無意識のうちにできる人間です。それと同じように僕らは、物屋敷っていうのを苦労して、金までつこて、その後の罪悪感に耐えながら維持してるというですね。奇妙な生き物なんですね。多分宇宙人から見たら人間変やなというふうに言うと思うんですけど。で、そういうですね、物がいっぱいあって欲しいものがパッと買える生活は、ほんまになんか幸せなのかなと。僕なんか、ちょっと我に返った時思ってしまうんですよ。そのゴミ屋敷の番組とか見た時に。コストコ行ったんです。この間僕行ったんですけども。コストコ面白いですね。ありとあらゆる巨大なサイズ売ってるんですよ。で、まあ、ケーキのこんなでかいやつとかですね。あと、アップルパイの24個円とか売ってるんですよ。で、こんなん誰が買うんやと思ったら、やっぱテンション上がったら、買うてまうんですよね。安いからという理由で。物屋敷化してまうんですよね。で、コストコで出口の辺で売ってる、こいつは商売うまいなと思うのは何かって言ったら、ものすごい激安の冷蔵庫を物置に入れるんです。ええでしょ、あいつは商売知ってますよね。激安なんですよ、その冷蔵庫とか物置が。だから一番何千円くらいで巨大冷蔵庫ってるんです。結局、コストコに来て安いものを買うってお得な感じがするでしょ。で、この冷蔵庫も買いましょう。そしたら、フリーザーとかにガンガン物入れたらお得ですよっていうようなことで、お得をお得って言うてるんですけども、いっぱい物を買わされて、買うてるわけですよ。それが僕ら豊かだと思って。かつてのアメリカ型の社会。アメリカみたいにスーパーマーケットがすごい遠いところにあって、車で1時間半ぐらいかかって、週に2回しか行かない。そんな国やったらコストコも巨大冷蔵庫も意味があるんやけど、今の日本みたいにコンビニが近所にあって、で、そんな都会ではなくても、ある程度の雑貨屋が歩いて自転車で行ける範囲にある人間が、果たしてコストコや巨大冷蔵庫が必要なのか。それはちょっと、そんなに必要じゃないんちゃう？僕なんか思ってしまうんですね。なんかね、家の中にいっぱいいろんなものがあって、いつでも食べれる、何でもある、欲しいと思ったものが買える、それが幸せっていうのは、ゴミ屋敷の幸せと、なんかすごい似たり寄ったりとかしてしまいます。それよりは、家の近所にいろんな店があって、っていうか豊かだと思うんですよね。コストコ行って、卵50個パック買うて、すごい安くいた。結局15個しか使えへんで35個捨てた。でも、普通に卵を買うより得やった。35個捨てたけど、炒めてしまったけど得やったっていうのよりは、実は卵を1個か2個だけ買えるようなお店が自分の近所にある。その自由度の高さの方が僕らは幸せだと思うんですけども、なんとなくお金を使って、物を買って幸せよりとかにあまり慣れてしまうんです、ね。僕別にエコロジー野郎でも何でもない。消費社会の人間ですし、何よりオタクですし、物社会大好きですからですね。そういう社会を否定して、これからはエコロジーだ、有意義に物を少なく生きようというつもり全然ないんです。ただ、あまりに損で、あまりにこうしょうもない話してるんです。大量に物を買って、お金さえあれば、いろんな可能性があるっていうのは、ものすごいなんか周りにして、結局自分をゴミ屋敷に入れてると思います。さて、日本にはですね、超富裕層という人がおります。資産5億円以上の人が8万世帯ぐらい。
8万世帯の人数どれぐらいいるのか分からないけど、多分まあ10万人とか15万人ぐらい多いんですよ。この人はお金あんまり使えないのが問題だとよく言われてるんですけども、多分この人はですね、もう金屋敷に住んでるんですね。お金がいっぱいあってですね、スコタで減ると思ってるんですよ。もちろんスコタで減るんですよ。で、騙されると思ってるんですよ。僕はお金いっぱいある人の暮らしっていうのを、前に政府の方から聞いたことがあるんですけども、実際実はかなり気の毒なところがある。なんでかって言ったら、その超富裕層というのは、大多数が70、80以上のおじいちゃん、おばあちゃんになるんですね。で、こういう話するとすぐに世代論になるんですよ。だからそんな78のじいさんやばあさんが5億円も10億も持ってるから悪いんや、それをもっと若いやつに回すっていう話にせえっていうことになるんですけども、それは一回落ち着いて、このおじいちゃんやおばあちゃんの気持ちなんて考えてみましょう。どういうことかって言ったら、5億円とか10億円、金しかないんですよ、その人は。せやから、そのおじいちゃんやおばあちゃん行くとこもないんですよ。で、5億円や10億円持ってるおじいちゃんおばあちゃんのとこ行ったら、テレビがあって、テレビの音量がでかいそうなんです。なんでかというと、だんだん人間、耳悪くなるやないですか。で、耳悪くなるから、ボリュームがだんだん多くなるんですって。普通、家族と一緒に住んでたり、一緒になんか付き合ってる人らがおったら、あんた耳悪いって言われて補聴器つけるんですよ。でも、補聴器つけるのは、まだみんなみんな若い子に分かれてるけども、おじいちゃん、おばあちゃんにとっては、ものすごいプライドを傷つけられる問題なんですよ。もうおじいちゃん、おばあちゃんは、おねしょとかお漏らしするから、パンパン、おむつ履いてください、言われると、全く同じように。これまで全く問題なかった耳が、実は遠かったというのは、耳もね、一瞬で遠なるの違うんですよ。だんだん高い音が聞こえへんかったり、ある種音が聞こえへんかったり、徐々に分かれてくるから。だからそれに対抗してボリュームを上げていくんですよ。なので、そんな5億円、10億円のおじいちゃんの家に行ったら、みんなテレビのことが多く、なんでかって言ったら、補聴器つけろって言うてくれる人、おれへんからです。そういうふうな人を排除して、誰にも騙されて、誰にもお金を取られて、誰にも財産を分けへんで済んだから5億円や10億円が可能なんです。これ金屋敷ですよ。これなんかそんな話聞いたね。すごい切なかった。なんかね、そういうおじいちゃんおばあちゃんから確かに若い人にお金を、なるほど、回すべきやと僕は思うんやけども、それをストレートにその人らに言う根性が俺、いや、なんかそういうかわいそうな人らから最後の生きていく、なんか心の中の支えになってる金とか取ったらあかんやん。そうと違って。どういうふうにそのおじいちゃんおばあちゃんに対して何かしてあげれるやろかと思って一緒に生活するくらいでなかったら、そのお金もらうなんて考えたらあかんと。そのおじいちゃんおばあちゃんにしたら、5億か10億か何もかしないのに、そこしか握れるものがないんやから、自分がその代わりになる場所に入っていくんやったら、そのお金っていう共同体、お金を使う共同体に入る資格あるかもわからへんけども、なんかね、それね、政府の政策とか、あと、政治運動みたいなのって、すっごい嫌い。なんか人間性は似てんやと思うし。ごめんな。金屋敷やなと思うやな。なんかね、誰かにね、してあげることが怖い。できへん。なくなることが怖い。騙されることが怖い。っていうのが怖い。そういうの結構怖いんですよ。で、何のためにお金いるのか。ああ、ちょっと時間調整してる。急いでね。あのね、何のためにお金いるのか。僕は自分なりの結論はあるんです。クラウドシーティング、さっき言った SNS の中であった話なんですけども、ある男性が、メンヘラの女の子と知り合いになった。メンヘラっていうのは、メンタルヘルスということで、精神安定剤とかそういうの服用制限だったらあかんことだな。そういうのに対して、このメンヘラって言い方が俺差別用かなんか知らんけども、とりあえず書いてあったらそのまま言います。もし差別的な言い方だったらごめんなさい。で、メンヘラの人らの集まりがあった。そこ行ったら、ある女の子が、私中学校に家出して、で、ある男の人のところに住んでると。で、実は自分は総合失調症の毛があって、おまけに皮膚病でアトピーや。だからお医者さんに行かなあかんねんけども、その一緒に住んでる男が別に保護者でも何でもないから、治療費も出してくれへんし、あと医者にも連れてくれへん。なんで家出したんや。いや、母親と一緒におるんだけ。母親のところから中学校に家出したんやけども、その母親は自分にご飯も食べさせてくれへんし、その母親もやっぱり病院にも連れて行ってくれへんから。それに比べたら、この男の人のところに来たら、少なくともご飯を食べてくれるし、おってもええって言うてくれる。でも、その女の子もちろん、ただで言ってるわけと違って、その男の人のところに行ったら、その男の人は男の人で、中学の時に家出して、女子高生ぐらいの女の子が家なんか転がり込んできたから、もう、はっきり言ったらセックスの相手に使ってるわけですよね。そういうふうなことをエッチしてるわけですよ。
で、その女の子がメンヘラのその集まりに来て、私今そういうふうなことなんですよ。どうなっていくんでしょう。だから他の子らも同じようなエピソードを書いてるから、って言うて励まし合うみたいな話になるんですね。で、このクラウドシティでそれを書いてくれた市民の兄ちゃん、僕に何ができるんでしょうか、彼女にお金をあげることしかできないんでしょうかって書いてたんですね。で、俺それ見てね、何ですかね、ムカムカーとしてですね。ムカムカーとして思うんですよ。腹立って思うんですよね。腹立つ。人間が腹立つってのは、必ず自分の無力感に対して腹が立つんであって、正義で腹が立つとかですね、悪に対して腹が立つなんて人間おれへんんですよ。皆さんもよーく自分の心の中覗いたらわかるんですけども、腹が立つというのは絶対に自分の無力感というものと対面するのが嫌で腹が立つんですよ。もちろん俺もムカムカと自分の無力感に対して腹が立ってですね。過去かなと思ったんですけど、ちょうどその時に何かこの、その SNS の中で岡田さんは怖いこと言われた直後ぐらいだったので、過激な発言するのは控えたことだったんですね。でも僕が言いたかったのは、当たり前じゃんと。その女の子に金出すことしかできへんに決まっとるやんけど、死のうと言わんと金払え、その女の子を引き取れ、まあ何のために稼いでんねやということは僕が言いたいです。だってそこでその女の子が悩んでるんやったら、少なくとも自分がその女の子を去ってきたら、少なくともその女の子がじゃあ、お医者さんにも連れて行ってもらわれへんで、その男の人とエッチするだけ、そういう関係から多分引き離すことができるでしょう。それをするために俺ら男っていうのは稼いでて一人前という顔してるんちゃうんか。それをこんな SNS で僕には何をすることしかできない、そんな暇があるんやったら吉野家ってなんかちょっとバイトして2万円くらい買ってきてそのままこう連れてこいっていうふうに僕は思ってしまうわけです。で、これがですね、なんか稼ぐときお金が必要な理由の本質的なところやと思うんですよ。誰かの世話をすることぐらいしかないですよ。さっき言った生きていくだけやったらいろんな方法ってあり得ると思うんですけども、でもそれではどうにもなれ、自分一人ではどうにもなれ、子供に何かしてやりたい、ちゃんと教育でさせてやりたい、体が悪い方に医者に連れてやりたいときは、どうしても現金注文が必要なんです。そういう時に僕らはお金を稼ぐ必要がある。で、なんでしょうね。尽くすとかね、貢ぐっていうのが、行為がなくなれへんっていう、そこやと思ってるんですよ。なんかね、性悪な女ほど貢ぐ男がおる。不思議な法則がありますよね。なんか世の中には性悪な姉ちゃんがおるやないですか。性悪なおっさんでもいいんですけど。そういうやつに限って溺愛する対象があって、そいつにはこう貢いでるわけですね。つまり人間というのは、純粋な愛情で奉仕する相手がおれば、悪いことでもできるということなんですよ。それぐらい僕らは何か尽くす相手とか貢ぐ相手というのを必要としてる。それが生きるエネルギーそのものになってる。そういうなんか面倒くさいというかややこしい生き物だと思うんですよね。で、自分のね、やりたいことをさっき言うた、自分が何か欲しいと思うかも分かれへんとか、いずれ欲しいものができるかも分かれへんということで稼げる人間なんてあんまおれへんし、そうやって稼いだ金って何だよ、誰でも欲しがるようなブランド品みたいなしょうもないものしか買われへんんですよ。そうと違ってこの人のために何かしたいと思う時は、そういう時に僕らはえらい働くことができる。誰かを世話するにはお金が必要。ではどれくらいお金が必要なのか、誰かを世話するにはお金が必要、どれくらい必要なのか。僕らの社会というのは急激に、何でしょうね、金がかかる社会なんです。これを裏側から言えば経済発展。いや、経済発展の主で、金がかかる社会って裏側というのがあります。例えば、家族6人で住んで、テレビが1つしかないっていうような時代だったら、この家族の総生活費というのはかなり低いんですよね。でもそれをみんなの欲望をどんどん増やしていって、でも家族と一緒に飲むの鬱陶しいやん。自分の部屋が欲しいやん。自分で別のところに住みたいやん、自分でテレビ欲しいやん、パソコン欲しいやんっていう風に欲望をどんどん上げていくと、どん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 、なんやろ、6人に1台あったテレビが6倍いるんですよ。で、この6倍テレビが売れることを僕らは経済的繁栄って言ったわけです。で、まあ変なことですけど、会社時代のものは、旦那様が1人働いたら、その下で使用人とか家族とか、なんでしょう、運転手とか、なんとなく居候しているおっさんとか含めて15人ぐらいが増えたんですよ。大正時代の日本というのは、1人が働けば15人ぐらいが増える社会。それから後になって、オールウェイで3丁目の夕日の時代になってくると、1人お父さんが働いたら何人もの家族が増える時代になる。それから後になって昭和40年代ぐらいのサザエさんの時代になると、なんかこう、マスオさんとナミヘイさんが働いたら家族7人が増える。
そこから先のドラえもんとかクレヨンしんちゃんの時代になっていくと、お父さん一人が働いたら二人とかぐらいしか三人とかしか食われなくて。では今、結婚が難しいというのは何か。お互いが働いてんねんけども、結婚したらうちから仕事辞めなのか。そしたらもう食っていかれると、結婚できへんという人がすごい多いです。ついに僕らの社会が、一人が一人を食わすのが精一杯の社会になってしまう。誰一人面倒見られちゃう。だから子供なんか作られへんって、子供ができへんがいっぱいあるんですよ。で、これが貧乏やったり、豊かさをせなあかん。だから経済的繁栄をもう一回必要ないよっていう人がいっぱいおるけど、あんなもん全部嘘やと思うんですよ。だってかつて一人が働いて15人っていうところから、日本人は生活のコストを上げていって、それに見合うぐらいの収入を得ることが何とかできたから、経済的繁栄っていうバブル。バブルっていうのは20年ぐらい前にあった無駄遣いのことと違うんです。人間が、何やろ、本来固まって生きるようにできている社会的生物の僕らが、一人一人バラバラに好きなことをすることが幸せで、それの欲望を叶えることが経済的繁栄であるという、なんかこう、うまいことできたトリック。たまたま、うまくそれが作動した期間、乗ってたから、信じちゃっただけ、僕思いました。で、僕らの日本、社会、多分世界中もなんですけど、生活コストがやたら高いようになってしまった。だから、何のためにお金いるのか、他の人間世話するためやっていうのを、今の世話の仕方で考えたら、一人腕化するのに何万円かかるのかって言うんですけども、これに関してもちゃんと、先ほど言ったクラウドシティってことなんですけど、女の人が書いてあるんですよね。私の弟の話を聞いてくれて、彼女の家庭で、その女の人は弟と一緒に暮らしてるんですけども、その弟がですね、一緒に暮らすことによる生活費の上昇幅って2万円だそうです。その弟はちゃんと自分がおれへん時には、ご飯を用意してくれたり、クリーニングを見てくれたり、一緒に生活の面倒を見て、でも別に仕事してるわけだよ。時でもバイトとかしてるみたいな、それは自分のお小遣いとして使ってる。で、自分はその弟にお小遣いみたいなのは特にやれてへんけども、別にその弟は見たいテレビ見て、でネットを家で繋ぎ放題だったし、ご飯食べたりして。これに関する経費は2万円しか。この女の人ちゃんと家計つけたから、上昇幅が分かってるんですよ。実は人間一人を面倒見るのに必要な金額っていうのはわずか2万円なんです。2万円やったら、さっき言ったメンヘラの女の子が引き取ってこれるし、できるんですよね。だからもしその男の人が、そんな女の子、でもその子だけと違うんです、僕は何とかしたいんですって言うんやったら、何とかするというデモをやるとか、何とかするという社会運動をするという方法もあるんやけど、単に収入を10万円増やして、で、5人引き取ってみるという方法もありなんです。そういう発想に慣れて、金っていうのはそういう時に使うためにあるよね。みんな、金を使うべきなってないタイミングで新品を放題して金を使って、金を使うべきタイミングで社会運動をしてしまうんです。逆。金っていうのは無駄に他人のために使うためにあるのであって、自分の欲望というか、できるだけ安く叶えて、他人の幸せっていうのは金を払うやることで、ものすごくうまく、自分の中でっていうか、社会の中で物事が動くように、これを逆にしてしまうから全て変になってしまう。この人らは何とかせなあかんっていうことで、ただでできるデモとか社会運動してしまう。で、自分にはすごい欲しいものがこんな新製品が出たということで、低価でこうたり、ネットで買うことを考えてしまう。これがなんか変な循環を生んでるんですね。その女の人が言うてね、自分の弟のことをね、弟は愛されニートなんですって。ええでしょ。もうね、今回のね、公演のテーマね、そういう人だったことがないんですよ。ふざけてるね。でもそうなんですよ。だから、弟は別に年が年とお姉ちゃんの機嫌取ってるわけではないんやけども、ちゃんと必要最低限のことやってるし、迷惑になって慣れへんしてる。で、ちょっとした気づかみやってる。だから弟を維持するのに2万円しか足りないから、本来別にうちの弟は働かんでもええわ。親が何か言ってきてもお姉ちゃんが顔だよって聞いた。なんでかというと、うちの弟は愛されニートやから。ええですよ。というかね、まだ結論も違うんですけども、ここまでの中間の過程で、お金っていうのはオワコンであるという話の僕の結論部分は、では、就職問題悩んでる皆さん、愛されニートという言い方はどうですか？ちょい無茶な振り方です。関連が作れないとか、さっき言った、愛されるのが下手くそな人間は金使うしかないんですよ。そやから、人間関係が嫌やとか、俺は愛されるとか、そんなまっぴらごめんや。そうと違って、俺は自由に生きたいんやという人は、絶対にお金稼いだ。そういう人間は自分で自分を助けるしかない。さっき言った、金っていうのは人を助けるものなんですね。
それを自分対象に使いたかったら、自分で稼いで、なおかつ自分で助けるしかないんですから。そういう意味ではきちんとお金稼いでください。誰にも頼りたくないし、誰にも頼りたくないという人間は、人一倍お金が必要だと思います。お金というのは、さっき言ったように、最大の回り道なんです。その代わりに、煩わしさは最小限で済むんです。この、迂回路が遠ければ遠い、金はかかるんですけども、煩わしさの中心から逃れることができるから、煩わしさが嫌な人は、どんなにお回りしても構わないんです。それは、言うてしもたら、ペントハウスに住んで、誰にも会わずに、部屋に入って、そして自分が家に入るときには、メイドさんたちが掃除を完璧にし終えてて、誰一人いない状態で、自分がこの中でたった一人で振る舞って、そして起きて食べたいときに食べて、寝たいときに寝て、誰にも煩わされていて、煩わしさから最大限に逃れるところっていうのは、最大限に金がかかるんですよ。そういう人は、ちゃんと金を稼いでいる方法を選んでほしいと思います。僕は、こういう生き方しかないと言っています。この生き方はおそらく最もコストが低くて、なおかつさっき言ったストレスの問題です。ストレスが最小限になるに違いないと踏んでるんです。僕らは関わり合いをガーッと奪われる。それはかつての農耕社会から部族社会、そして大家族社会で関わり合いことを僕らはものすごいしんどかったんです。そこから離れるときに、関わらんで自由なんや、何言うてもええんや、みたいなことをすごい楽しかったんです。今それを課題力としてるんです。そっち側もすでに十分与えられてるのに、未だ欲望とか不安はそこにしてる。なんかそちら側に対して投資せえへんかったら、あかんよ。失敗したりとかしてしまう。でもちゃんと僕らは大学のスペシャルだったんですよ。なんかこの間俺も見てしまうんですよ。ビッグダディも見てしまうんですよ。なんであんなに見えるのって言ったら、もちろん見下す目線はあるんですけど、どっかでなんかあれええよなって思ってしまうんですよ。ビッグダディはええことはないけど、ビッグダディの子供はええことばっかりだから。だから、俺に比べてビッグダディがあかんかもわからへんけど、あの子供らはなんか知らない、俺の子供の頃よりなんか楽しそうやなと思ってしまう。つまり、関わり合いが最大限に見えることが考えることは、どんどん死んだんだ。そうなんですよね。愛されニートの話するとですね、絶対言われるんですよ。僕はこんな愛嬌がないとか、僕はね、そのコミュニティ障害なんですよというようなこと、そういうことを、舐めたことを言う人が出てくるんですけどですね、この発想根本的に間違ってるんですよ。コミュニティ障害だから人が苦手だから、愛想よくできないっていう、これ間違ってるんですよね。愛されニートという生き方はですね、この世の中でおそらく唯一、能力のなさが、プラスになるっていうですね。そういう生き方なんですね。かつての日本では変な話ですけども、ヤクザっていう存在はですね、ダメな子分ほど、ダメな弟分ほど可愛がったそうなんですよね。で、それはですね、ダメなやつほど可愛く見えるという感情もあるんでしょうけど、それ以上にですね、一緒にいる人間が適度にダメに見えると、その兄貴分である自分がしっかり者に見えたり、もしくは他人を見捨てない。ダメなやつを見捨てない、いい人に見える。これがね、やっぱその任侠の世界、男の世界みたいなすごいポイント高かったんですよね。そういう利己的な打算も大いにあったんです。だからですね、弟分もですね、本来はそこまでダメじゃないんだけど、あえて人前では抜けてるようにダメ人間をですね、演じる。そうやって兄貴を立てるっていうのもですね、戦略としてありました。吉本芸人のですね、縦社会もこれに近いところありますね。あの人たち本質的に体育会系だから。で、愛されニートにですね、唯一本当に必要なのは、寄生している。自分がですね、宿り着してるですね、ホストですね、寄生主をですね、きちんと慕うことなんですよ。これはですね、言うことを聞くとか、服従するって意味じゃないんです。そうではなくて、あなたのことを頼りにしてますとか、あなたのことはなんか周りが何を言おうと慕ってますよ。だってすごいんですもんっていうふうな姿勢ですね。それをですね、きちんと見せること。これがね、実はその一番重要なんですよ。相手の言うことを聞くとかですね、成果を出すということよりも。で、なんでかというと、おそらく人間はですね、大部分の人はですね、能力はあるし、コミュ力も高いんだけども、なんか自分のことを舐めてそうなやつをですね、使わないんですよ。可愛がらないんですよ。皆さん、ひろゆきを自分の部下にしたいと思いますか？あんなやつ部下にすると絶対嫌でしょ。それよりはですね、点でダメだけども、コミュニティ障害かもわかんないけど、自分のことをきちっと慕ってくれる人を可愛がる。これが人間の当たり前の姿なんですね。だから、愛されニートになることをですね、阻む最大の要因ですね。それは、コミュ障であるとか、人が苦手であるとか、能力がないことじゃないんですよ。そうでなくてですね、その、相手を慕う。
無条件で、なんだろうな、自分の上の人をですね、尊敬してかっこいいというふうに言うっていうです。それができないプライドの高さなんですよ。そのプライドの高さが愛されニートになるのを邪魔してるんですね。まあ、そういうしょうもないプライドがですね、高すぎる人はですね、まあ、どうにか能力を高めて、お金を使って、その自分の世話をするしかない。つまり、お金っていうのは、プライド高すぎる人間が、しょうがないから払う、なんでしょうね。罰金みたいなもんなんですよね。金を使ってプライドを維持するっていうですね、今時デパートでブランド商品をですね、低価買いするような言い方だと思います。もちろんそういう言い方もありなんですよ。僕もプライド高いから、なんだろうな、しょうがなくですね、罰金払ってる子の子もいっぱいあります。気持ちはわかるし、そういう人も僕の仲間だから応援するんです、しますよ。日本経済されてるわけですからですね。で、西野くんのサロンはですね、この視点で見るとですね、10年後、20年後見据えないと実は評価できないんですよね。今参加しているのはですね、月に1000円支払えている、いわゆる社会的に強者と言われる人たちに近いんですよ。で、やる気もあるし、若いし、月に1000円払えるしっていうですね、割とそのいいメンバーというかですね、なんですよね。しかし彼らが年老いてきて、このまま20年、30年サロンが続いてですね、支えてほしい側になったとき、社会の弱者側になったときにですね、それ以外の新しい参入者ですね、サロンの参加者たちが彼らを支えていけるのか、それとも彼らを見捨てていって、常に20代、30代の若い人たちでやる気があってお金に割と余裕のある人たちだけでサロンっていうのを作っていくのかですね。それをですね、どっちの方向を選んで、どういうふうに、新しい福祉システムというかですね、総合補助する仕組みとして作れるのかどうかがですね、ディズニーを超える独立国家に西野くんが、なれるのかどうか、作れるのかどうかというポイントだと思います。愛されニートという言い方をね、僕考えたんですけどね。うちの社員というかメンバーで、キング EX のメンバーで、友和くんのやつがおるんですね。で、彼は、シンセサイザーの業界で働いてた、シンセサイザーのプログラマーやったんです。でも、すごい昔で、YMO とかの時代とかに、その業界に飛び込んだそうなんですけど。その時代に、新生で音楽のプログラミングできるってのは、すごい特殊な技能やったんです。だから、まあ、はっきり言って、収入もちゃんとあったし、ところが、その後で、だんだん新生のネタが安くなっていって、それまで数千万円した新生サイダーが、数十万円になって、しまいには数万円ぐらいになってきてしまう。そうなってくると、コンサートとかで新生使うっていうのは、もうビッグタイトルの、いわゆる小室さんぐらいしかなくなってしまう。だから、どんどんコンサートが少なくなってくるわけです。それでも、友和くんのおった会社は、そういう、なんかこう、デジタル系っていうんですかね、シンセサイザー系の音楽を手掛けとったもんやから、まあ一応仕事を取ってくるわけです。友和くんは、シンセサイザーのプログラマーやってんやけども、シンセ関係の仕事、シンセのセッティングの仕事、シンセサイザーをコンサート会場に運ぶ仕事、しまいにはシンセサイザー以外の楽器を何でも運ぶ仕事、現場で配信をする仕事、レコーディングスタジオを作るときに音響とかハンダ付けする仕事。で、最後にはそのハンダ付けとかするためにコードを接続する。このコードをええ感じの長さに切る仕事までやってそう。これ、なかなか難しかったそうですよ。で、あいつ打ったコードはなかなかええ仕事をするという評判まで持った。で、同時に友和君はですね、もともとそういう趣味性の強い世界に入ったもんやから、小さな仕事やりたかった。尊敬する先輩がおったそうですね。で、尊敬する先輩を置いて、そんな先輩に追いつきたい。俺もあの仕事ができるのもいいんだと思って、業界に入ったけど、あっという間に業界が不景気になる。不景気になったら何が面白いわけだろう。友達にそれまで、あんな仕事は何年先にやらせてもらえるんやとかって仕事がガンガン出てくるな。つまり、それまで10年ぐらいやった仕事を2人でやるしかないから、友達、これでやれって。俺そんなやってるんですか。返しておれへんねんってことで、どんどん上の仕事もやらせる。同時に、自分がやるようなことじゃない、楽器ハブリとか、配線マンとか、上から下まで仕事をやらされるだけ、友達とわずか、この業界で10年くらいした時になったんだけど、2年くらいで、大体全部分かってしまったんです。その結果、友達とは、すごい無力感に襲う。友達とは、この仕事を、やりがいがあって、一生かける仕事だと思っている。これ2年くらいで全部分かってしまう。ということは、これ、マックジョブ、いわゆるマクドナルド仕事っていう。スラムのアメリカの言葉なんですけど、誰でもできる仕事ちゃうと思うでしょう。そうなると急に仕事があって、俺が一生かけるの仕事は、実は忙しかって経験があったら誰でもできる仕事やっていう、友和くん思って、結局その仕事を辞めてしまったんですね、会社。
で、やめてしもって次どうしたのかというと、ヤフオクで、これまで自分が持ってた音響機材っていうのを転売する、転売屋になった。で、転売屋やってると、なかなかええ感じの出物があるのを発見して、自分がそれを買って、また売るようになった。ほんまに、転売屋って一番最初自分の持ってる楽器を売ってるだけやっていうのが、で、ええもんだったらこうで、それを高く売る転売屋。俺何やってるんや。その時にまた時々尊敬する仕事、先輩から仕事を売る。じゃあ、尊敬する先輩が自分を言うて仕事に示してくれるようなことで、そういう仕事だけは受けるようにしてる。これまでみたいな、なんか高度の仕事とかの仕事で、この線とか言ってくれるようなことで受けるようにしてる。で、そうこうして先輩とかやってるうちに、次は、おじいちゃんおばあちゃんが、なんかこう、農家なんですけど、ちょっとしんどいって言うてる。で、俺も先輩とかばっかりやってるから、おじいちゃんおばあちゃん助けよう。おじいちゃんおばあちゃん助けだ。ところが、自分としては、まあまだ、新生業界にとって、頭を変えても早いって言ったら、おじいちゃんおばあちゃんがやってる農家の仕事、トウモロコシの刈り取りとか、無駄に逃げてしょうがない。こうやったらもっと効率がいいのに、こうやったらもっと儲かるのに、今回、これでもいいですか？それをおじいちゃんおばあちゃんに提案しようと思って、細かく、なんかここで、この式がカチッと切り替わって、ちゃうって思ったんですね。何がちゃうの？ちょっと待ってよ。これはじいちゃんおばあちゃんを楽にしたの。手伝うっていうか、楽にすることよ。じいちゃんおばあちゃん、これ以上金が欲しい仕事で、トウモロコシの取り入れで楽がしたい。しんどいって言うてる。そやからおじいちゃんおばあちゃんを楽にしてあげたいだけの。ほんなら、おじいちゃんおばあちゃんがやってる方法が、俺から見たら回り道で損に見えるんやけども、それは亀にやん。なんときっとおじいちゃんおばあちゃんも、何か理由があってやり方があるんや。それを俺が分かれへんから言うて、もっと効率でやり方を押し付けてええもんやとか。カチッと必ず、いつの間にか切り替わってしまって、そこからだけ動かったのは、おじいちゃんおばあちゃんを楽にすることだけ考えてるんです。儲けることと違う。で、おじいちゃんおばあちゃんにありがとうと言われて、自分も、トウモロコシの取り入れが楽しいなって思う。面白いですよね。多分、トウモロコシの取り入れをもっと儲かるようにしたら、楽しいのって言うので、なんか心の中の別の部分は興奮するんですね。でも、おじいちゃんおばあちゃんを助けてると、その仕事が楽しくなって面白い。さあ、こんなことやってるうちに、音楽業界はますます不景気になってきて、友和君のところに来る仕事は、尊敬できる先輩の仕事だけを受けるという、そんな甘いこと言ってない。今や友和君は来る仕事を全部受けてるそうです。友和君のところに来る仕事がどん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 来たら、それら全てを友和君は受ける。で、ヤフオクで転売もする。で、おじいちゃんおばあちゃんの手伝いもする。で、この間友和君と話してて、友和君僕の社長って言うんですけども、社長、俺これでいいんですかね。俺、いや、友和、それが完成形。ありがとう。来月同社で話す。やっと完成形が見えたもんだ。お前が完成形やって言うんです。で、トモカツの完成形を説明しました。人間の年始とは、人間が何をするのかっていうのは、この3つの指示で決まる。コンテンツとコミュニティとキャラクターっていうのが僕の最近の考えです。で、具体例で説明します。トモカツ君は新生業界に入って、そこでいろんなスキルを学んだ。スキルとは何かというと、その人間のコンテンツということですね。一番最初、ここからしか始められないんですよ。人間っていうのは、これをキャリアという人もおるんですけども、どんな仕事ができるのか。あと何やろ、能力みたいに考えて、例えば英検の何級とか、なんかTOEFLの何点とかいうふうな人もおりますし、こんな資格持ってるみたいな言い方をすることもできるけど、一番最初はコンテンツなんですね。トモカツ君はこの業界に入ってわずか2年ぐらいでコンテンツを全て極めてしまう。だからしょうもないって考えたんですけど、まず彼はこのコンテンツをいっぱい自分で身につけるしかなかった。その結果彼は、コミュニティを得たんですね。これは何かというと、友和君に仕事を頼んでくる先輩だと。友和君が尊敬できると思うと尊敬できへん。でも、友和君業界に入ることはどの先輩が尊敬できて、どの先輩が本当に仕事できて、どの先輩が実は口ばかりか全く分かれないんですよ。こういうことが分かる仲間関係、コミュニティ、共同体。彼は一番最初、コンテンツを得るために入ったんですよ。いつの間にかそんなことコミュニティをすることがで、今彼は、キャラクターになってる。キャラクターって言ったら、なんかお前どんなキャラやねんとか、キャラが強い弱い言うんですけど、この場合もっと大雑把に、人柄っていうふうに考えてます。彼はいい人として認識されたんです。一番最初、能力を得るためにどっかに所属して、そこの中で自分っていうのはどんな人か分かった。その結果、友和やったらどんな仕事もやってくれる。友和やったらこれ3日くらいでできるんちゃうか。友和のところはトウモロコシ収穫やから仕事できへん。友和最近暇してるからこれ頼めるんちゃうか。友和今度好きやから孫格好でやってくれるぞというふうに、
彼のキャラクター、人柄がコミュニティの中で認識されるみたいな。これでようやっとこの3つが稼働しだすわけです。彼が一番最初考えてた自分の職のスキルだけで生きていこうというのはものすごいしんどいわけです。だって彼どんな人間か分からへんから、初めての人間に仕事頼みたい人なんかおれへんわけです。でも、この3つ目のキャラクター、人格、人柄というところに行ったら、友和にそんな仕事できへんのちゃうか。つまり、コンテンツ不足になっても、俺が教えたんから、コミュニティが保管してくれるわけですね。彼がやったのは何かって言ったら、多分そのおじいちゃんおばあちゃんのところで、分かって俺がやったとおじいちゃんおばあちゃん儲けするんでしょって、儲けさせたいのは俺のエゴやん。俺、おじいちゃんおばあちゃん楽にしたん。彼の心の中で多分いい人スイッチみたいなのがカチャッとかかったんです。これが僕が最後に話しますっていういい人戦略の関わりです。いい人戦略というのは何かっていうと、キャラクター、人柄っていうのを磨くのが実は最短距離である。何かをするというのはさっきの50の冴えたやり方でも一緒ですし、愛されニートでもそうですし、どうすれば仕事サーフィンがうまくいくのか、どうすればこの不安定な状況でうまくいくのかっていうのは、実は人柄を磨くのを最短距離であって最も効率がある。いい人戦略っていうのがあります。まあ、エグい言い方なんですよ。いい人に戦略つけてもあるんですけど。でも多分、これぐらいに考えた方がみんなわかりやすいと思います。いい人戦略の具体的な1日5分何やるのか後で話しますから。トモカツ君の話です。トモカツ君は最初コンテンツを磨いて、で、コミュニティを彼の中で育てていって、コミュニティの中から仕事を受けてるんだ。その結果、彼の中、彼にコンテンツが不足しててもコミュニティが保管してくれる。それを俺があいつに教えたりとかって思う。つまり、彼はあらゆるスキルを自分で身につけなあかんと思ったのが、そういうコミュニティに所属したおかげで、彼の人柄が知られたおかげで、あいつにやったら教えてみよう。人柄の力を言ってもらえる。同時に、コミュニティの不足も解消されるのか。この友達やと俺知らんから頼まれへんの。これコミュニティ不足ですよ。そうすると、いやでも友達これができるから、コンテンツを紹介される。でもあいつええやつやから大丈夫やというふうに人柄で保証されるわけですね。この3つがちゃんと立ってるからこそ、彼の仕事というのをうまく回り出すんです。で、僕らはついつい自分の能力を開発するとか、この社会の中で生き残るというときに、大体の人はコンテンツやと思ってしまう。だからスキルを身につけろ、論理的な思考能力を身につけろ、プレゼンテーション能力を身につけろ、そんな方が山のようになります。で、それを一段落した人は違うよ。要するに世の中というのは来ねえ、人脈やと思うんです。それがコミュニティなんですね。どんなコミュニティに属してるのか。だから人間が少々無理してもコミュニティとかに入らなあかんねやと思うんです。でも、この二つだけでまだ動き出さない。効率が悪いんですよ。最後の歯車、これがあるから一斉に動き出して、おまけに最初からこれがあった方が一番便利なのが、ごく単純なキャラクター。平凡やけど、ええ人やと思うんですよ。キャラクターって特殊な面白いキャラってことではないです。平凡なええ人でやったらいいんです。ええ人の上にほんのちょっとトッピングみたいな感じで、ええ人なんだけども、ちょっと変なとこがあってっていう。このほんの少しのスパイスはええんですけども、最初から激辛料理みたいな。キャラの強い人間だけ目指したらあんまり楽なことになります。それは、なんかちょっと変なやつやけど仕事ができるから勘弁したってことなんですね。つまり、仕事力100あっても、キャラクターなんてそれ80に減らされてしまうわけです。コミュニティの中でも変なやつっていうのはやっぱ扱いにくいと思われる。いつも呼ばれるわけだから。でも、ええよ、俺にはスキルがあるんやから、コンテンツもあるんやから、ええよって言い方もできるんですけども、そんなことをやって、コンテンツだけ伸ばしていって、コミュニティで生きにくくしていって、自分のキャラクターっていうのを狭く捉えられるよりは、純粋にええ人として生きている方が、ずっと楽なんです。法律界、愛されにくいという言い方にも可能です。でですね、これ愛されニートのいい言い方だと思うのはね、のび太くんとね、こち亀のりょうさんですよ。のび太くんって何が面白いかって、のび太くんには四次元ポケットついてないんですよね。のび太くんは愛されニートなんですよ。ドラえもんって言ったらドラえもんが仕方ないなって出してくるんですよ。りょうさんも愛されニートなんですよ。りょうさんは中川って言ったら中川くんがしょうがないですね。全部入ってて、ええもん出してくれるんですね。それは何かって言ったら、彼らの漫画の中から極端に書かれてるんですけど、なんででも中川くんとドラえもんが何か仕上げるのかって言ったら、結局はこの彼らが持っているコンテンツでもなければコミュニティでもないんです。キャラクター、人柄に惹かれてるから、ええ人やから、ということに惹かれてます。これに早く引き出した方がええんですよ。
僕らもっと早く気がつくべきだ。あの、何やったっけな。ドラゴンボールで悟空がですね、フリーザと戦いに行った惑星、ナメックやん。ナメック星に行った時の宇宙船、あいつ凍てへんのですよ。カプセルカンパニーの社長がタダで作ってくれたんです。実はあそこにすでにね、回答はあるんです。地球最高の装備は金で買うものをタダで作ってくれるものなんですよ。あらゆるところでなんかね、そういうふうなことは分かってたんやけど。そうですよね。なんかワンピースのね、ルフィにしても何してもね、あいつらね、ニートなんですよね。愛されニート。愛されニートですし、ジョーさんは耐えられニートですね。ポテトの研修はニートです。愛されニートっていうのは、進化系としてその後、頼られニート。ジョーさんといろんなところが相談を持ち帰られます。で、この辺りのヒントは、どう思います。ギフト戦略っていうのを話したときに、じゃあ、いい人ってどんなんかって言ったら、僕、もうすごい簡単な説明があってですね。実はいい人っていうのはもういい人やないです。これは僕は、いつでもという本を書いてると、はっきりわかりました。僕、いつでもという本の中で、現代というのは見た目至上主義社会と書きました。見た目至上主義社会というのは、正確に言うと、見た目第一印象至上主義。つまり、人間というのは、現代人はすでにプライドが必要十分に高いので、自分が一番最初に思った、この人はいい人やと、この人こうやという印象を、まあ、なかなか変えたくないんですよ。こういう社会に私たちはすでに生きている。ということは、何でしょう。見た目至上主義というのは、パッと見た目のことなんですね。よく見たらかっこいいとか、裸にしたらかっこいいというのは、かっこいいうちに入るものなんですね。パッと見たときにかっこいいとか、パッと見たときに、かっこいいっていうのは難しい。ということは、清潔感があって、さっぱりした格好しましょうよというふうに、僕自分の本の中で書いてるんですね。イケメンになりましょうと書いてるの違って、そうでなくて、見た目、悪いところをなくしましょうと、いつでも書いたことなんですけど、性格も同じなんです。性格も見た目至上主義なんですよね。つまり、パッと見た目の性格が良くないとダメなんです。パッと見た目の性格っていうのは、でもよくよく知ったらいい人っていうのは、それはお尻の穴を見たら綺麗な人というのと同じなんです。それはもう、見た目至上主義社会に合ってない。性格というものも、パッと見た目でまずええ人やなと思ってもらわれへんかったら、すごい損するんです。これは損する問題やから、損しても構えへんから、俺は味のある、とっつきにくいおっさんとも若いの、実は人情にあふれたやつやとかをやりたいんやったら、それは山の上に住みたいのと同じですよ。山の上に住んでたら何も不便やし、移動も水を汲まなあかんし、コンビニは遠いし、不便なことやけど生きがいがある。その通りだ。それと同じように。俺はなんかとっつきにくいし、実はええやつなんやっていうのは、あらゆるハンディキャップを乗り越えて、それを引き受けるっていう本性があるよ。全然否定せんんですけども、かなりしんどいです。それはいつでもの中で書いた、そのまま放置しておくとかなりまずいから、それを避けるようにするだけですごい楽に切れますよというのと同じように、見た目の性格が悪いと、ものすごくそうです。さっき話した、コンテンツとかコミュニティが自分が本来持っているものから、大幅に値引きされるんですよ。だから、ええ人になった方がいい。そんなええ人なんて、本音どうするんですか？本音言わないんですか？ええ人なんか俺ともないでしょ。みんな腹の中でいろいろ考えてるんですよ。本音なんか、どこで言うたらええんですか？言うんですけども、これもダイエットと同じです。そんなん言うたらどこでケーキ食べたらええんですか？どこで食いたいって言ったらええんですか？人間食いたいだけ食いたいやないですかって言うてたら、太るんですよ。同じで、人間言いたことあるじゃないですか、人間言いたこと言うんですよと言うたら、やっぱり性格のスタイルが悪くなるんです。夜中にこっそり食うたら、体を見逃してくれるんですよね。夜中にこっそり食うたら、やっぱ太るのと同じように、夜中にこっそり2ちゃんに書いたら、性格は悪くなるんですよ。で、カロリーコントロールと同じように、見た目の性格をコントロールするのが、僕は一番の、なんやろな、楽に生きる言い方です。繰り返しますけども、だからみんなこういうふうに生きようとか、見た目性格が良くなれって言ってるの違うんですね。二ちゃんとかに書いたらあかんって言ってるの違うんですね。二ちゃんとかに書いて自分の性格を悪するときっていうのは、ね、ダイエットしてる最中にケーキ食べるようなもんやから、かなり考えてやれよって言ってます。それが自分の生活の中の主流になってしまったら、性格が悪いと思われたら、かなりの損になってしまうぞ。で、その性格が悪いので、夜中にこっそり食ったら、ごまかしようがなく体重が増えるのと同じように、陰でこっそり人の悪口とか、人のなんか嫌なこととか、人が嫌がるような商売っていうのをしてたら、絶対にこっちの方に影響が出てくる。そういうふうなことは、やったら、すごい損やもん。
情報弱者に対する。これまでは情報弱者とのクリアですけど、これから先は人と人との関係性に関して弱い、関係弱者との対面クリアです。そういう人間に対する処方箋なんです。1日5分、何々するだけでこの人脈が増えますっていうのを共有をと思います。単純です。毎日5つ人を褒める。褒めてツイート、褒めて紹介、褒めて書くブログのコメントを3つ書いてるんですけども、なんかね、ええなと思った発言があったら、すごくいいことが書いてあるよとか、見て見てっていう風にリツイートする。これがまず多分基本やと思います。なんでかって言ったら、なんでしょうね。褒めてる限り、それを見に行った人はやっぱりええなと思ってくれるんですね。で、なんかこう元発言を見に行ったら自分はただ単に通過するだけやなって思うんですけども、そういう人をちゃんと褒めてて、これがいいよって言ってくれる人は、人が離れないんですね。褒めてるツイートっていうのが基本、なんかええもの見つけたり、なんか、それはリツイートだけじゃなくて、なんかいいお店見つけたり、なんか友達でいいことを発見したら、本人に言うっていうのに違って、それを世間一般に言う、友達に言うっていうのはありなんですけど、一番多分簡単なのはツイートやと思うんです。なんかこの人のことは好きとか、ええと思うとか、このお店美味しかったとか、僕らが普段やってることなんですよ。ツイッターで普段やってることなんですけど、これを意識的に1日5つやる。褒めてツイート。で、次は、ブログ、褒めて紹介というのは、何か、ええなと思った人がおったら、ちょっとこの人紹介したいんやけどとか、あなたにこの本のこと紹介したいというふうに、リアルで人と会った時に何か新しいことを教えてあげたり、新しい人間を紹介したり、その時必ず褒めながらする。あとは、ブログ書いたり、誰かのブログにコメント書くっていうのは、なんか、すごくいいこと書いてくれてありがとうで、できるだけ褒めて書くようにする。で、これ何かというとですね、何でしょうね。ここから先ちょっとじわじわと明らかになるんですけども、ここら辺が関係教材をやるときの最低単位の行動なんですね。これだけやってりゃいいというわけではないんですけども、これが最低単位の行動です。褒める方法 A、B あるけども、ポイント C ですね。酔い腰の褒められを持たない。こういうことやってると時々褒められます。いや、なんかすごいねとか、最近活発になったねとか、すごいポジティブやねって言われるんですけども、その時にいやいやとかって言うたり、あと、相手を褒め返したりしない。そういうふうに言われた時は、いや、もっとすごい人がおるよっていうふうに、必ず自分以外の人を褒めて返す。この褒めっていうのに関して誘導させるんです。一箇所で自分のところで貯めてると、さっき言ったお金持ちのおじいさんおばあさんみたいなもので、褒められたり評価されることが重なっていくと、評価されることが減ったり、批判されたりすることがすごい怖なっちゃうんですよ。僕自身自分の経験でもわかるんですけども、評価が上がったり、知名度が上がったりすると、悪口言われたり自分の評価が下がるのがすごい怖なるんですよ。それは何かというと、評価というものを流動させてないからです。評価というものを常に流動させて、水みたいに入ってきたものを必ず出すようにしてたら、腐らないんです。そうと違って、貯め込もうとするから、先の気の毒な大金持ちの人生を壊すみたいに、お金とか自分の人生を腐らせちゃう。そうと違って流動させる。誰かに褒められたら必ず、その日のうちに他の人を褒め返す。なんかすごいねって言われたら、いやなんか、もっとすごい人多いよとか、いやなんかありがとう、でもあの人すごかったんやって。他人の話をこうやって、その日褒められたらその日のうちに消費してしまうんです。で、褒めの経済学で、褒めは収入、手出しは借金みたいな書いてますけど、悪口で得た評価は店で利子付きで支払うことじゃないから、あんまりやめてもね。というふうにですね、褒めっていうのは評価経済の最小単位なんですね。評価経済っていうのは、評価っていうものが経済の中のお金のように流通する社会っていうのは評価経済社会ですけども、それの一番最初は注目なんです。注目の次に評価なんですけど、評価では何かというと褒めることなんですね。褒めたり褒められたりすることなんですよ。で、最終目標は、誰かを手伝ったり、誰かを助けたり、誰かを教えたり、誰かを世話したりするんです。お金っていうのは何のためにあるのかっていうのを話してたのはこれなんですね。誰かを、なんか、助けたり世話するにはお金が必要やし、誰かを手伝ったり教えるには手間が必要なんですね。もしくは自分の能力、スキル、コンテンツが必要なんですけども、それもないという場合、それも忙しくてできへんという場合は、手伝う代わりに褒める。あ、やってくれてありがとうって言う。そんなん言ったら手伝えって言われるかもわからへんけど、でも、とりあえず褒めることだけはする。助ける代わりに褒める。誰かに関して助けられへんねんけど、応援してますっていうコメントする。ブログで書く。何でもいいです。誰かに関して教えてあげたいなと思うけど、教えられへんときはせめて褒める。なんかすごい頑張ってますねって言ってある。誰か世話することはできへんけど、さっき言ったメンヘラの女の子みたいなのですね。
そういうことはできへんかも分かる。じゃあ、やってる人を褒める。そういうふうにやって、褒めるのは最低なんですけども、でも褒めだけでは口だけになってしまうので、これをやってるうちに徐々に徐々に行動して実績っていうのを。で、ネットと自覚両方で褒める。これがいい人戦略です。途中で言った、1日5分でできるです、ね。1日5分これをやってると、徐々に徐々に関係性っていうのが強くなって、さっき言った、コミュニティがだんだん良くなってきます。で、それは何かというと、いい人戦略を取っていると、自分のキャラクターがいい人というふうに上書きされるんですね。で、いい人というのは一番最初、すごいつまらないやつ。どこにでも平凡なやつと言えるんですけども、どこにでも平凡ないい人の上に、自分の性格がちょっとトッピングされて、ようやくと魅力的な人。魅力的な人の土台をまくいい人なんですよ。美味しいおかずっていうのは、まず、ええ素材の上に独特の味付けが乗ってるんですよ。えげつない素材、素材の上にね、どうやってもね、美味しいものが乗れないんですよ。というふうな形で、いい人戦略にやったんですよ。勇者という生き方ですね。さあ、どんな生き方をするのか。僕は最初から仕事サーファーに来た方がええよ。どっかに各所に就職するのに違うて、50ぐらい仕事やった方がええよって思いました。次に、いい人戦略。お金っていうふうなものを、なんか無理やり得ようとするんでしょうって、関係とか、その他に自分のいい人、人格っていうものを作った方がええよ。その結果、何をするのか、ゴール像です。勇者。例の RBG の、困ってる人におったら助けるんですよ。で、困ってる人を助ける。そのためには何でも知ってたら何でもできる必要があるんです。そのうちね。今と違うけど。その何でも知ってて何でもできて、いろんな人に知り合いがおるというのをやるために僕らは仕事をするわけです。今の仕事とか今の就職というのは目的でも何でもない。収入を得るためでも何でもない。それは過程なんです。そうと違って、そうやって得た知識とか、そうやって得た能力とか、そうやって得た人脈とか、すべてを使って僕たちはブライトどっかに行って、自分の好きなことを50ぐらいあって、困ってる人がおったら、その時に無条件で助けられる。この生き方が面白いんです。そのためにもらったお金っていうのは大体3つに分けて、いわゆるゴールドは使い切れ戦略ですね。ある街でゴールドを貯めたら、それスキルを上げるのに使ったり、鎧買うたり、なんかこう武器買うたりするのに全て使い切るでしょ。それが冒険のやり方も同じように、もらったゴールドは使い切るんですね。3つに分けて。生活と自己投資と人投資。生活っていうのはやっぱり人間食っていかなあかんし、自分の身の回りのものをもうやっぱ食っていかなあかんから。そのためにやっぱり、それは最初に確保せん。その次に、自己投資も必要でしょ。なんでかっていうと、何でも知って何でもできるようにならない。世の中にはいろんなことで困ってる人、審査サイトのプログラマーができへんとか、コードの配線ができへんという人もおれば、おじいちゃんおばあちゃんがトウモロコシの借り入れで困ってるとか、何でもできて何でも知ってる。で、いろんな人脈があって、意外な人に電話したら、スッと来てくれるってことが必要。そのためには、何年もかけていろんなところで、いろんな人に、あの人、ええ人やっていうのがあると、人は動いてくれる。そのためには、自己投資、装備とレベルアップです。三つ目、人に投資です。自分に子供がおったら、その子供に投資すればいいし、子供がおれへん人は、誰か助けたい人っていうのを見つけた方が、多分生きていくのに楽しい。と思います。それは別に貢ぐでも構いません。女の人が彼氏に貢ぐでも構えへんし、男の人が自分の彼女に好きなことを仕上げるでも構いません。別にお金がないって言うんやったら、これ投資ですから、この本に読めようでも構いませんし、お前に説教したるわでも全然構えへんですよ。それらは全て投資や。で、得た情報や関係も使い切る。これね、僕はちょっと思うんですけどね、やってるとね、どん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 ね、情報とか関係とかのね、自分で止めたがるんですけど、それやると、さっきのように腐りますから、人に得た情報とか関係ですね。すごい一歩でも得たとか、自分だけが知ってる情報を手に入れたら、さっさとそれが腐らんうちに人に教えたり、人同士を紹介したり、あとね、これ行動技術なんですけども、案外ね、誰かに助けを求めるというのはできないんですよ。誰かに助けを求めるというのは、求められた人にとって快感なんです。自分自身が求められた時に初めて分かるぐらい、いや、助けてくださいとか手伝ってくださいっていうのはすごい気持ちがいいと思うので、これも積極的にやってみる。かなり、これはレベルの高い話をしています。で、冒険する。勇者ですから。困った人を助ける。仲間を増やす。一箇所に留まらない。こうやってもブラ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 する。これ僕は砂吹き的な説です。
楽しく一生グラフに。で、なんかね、僕思うんですけども、ネットワークが僕らの社会を破壊したと言いましたよね。経済を破壊したと言ったみたいな。破壊したとも言えるんですけども、大きい変化を作って、僕らに新しい社会を作ってくれるんです。それは何かと言ったら、ええことをやってたら、絶対にみんな来てくれる社会です。その僕らは、これまでネットワークの発達っていうのを、いろんなツイッターとか、暴露事件が起こるために、もう何も隠せない社会やっていうようなことで、恐怖を覚えてるんですよ。でも、もう何も隠せない社会というのは、大部分の人には関係ないんですよ。大部分の普通の人にとっては、これまで自分がちゃんとしたええことをしていても、評価してもらえなかったことが、ちゃんと分かってもらえる世界になったということですね。悪いことをしたらバレる世界になってしまったということは、ちゃんといいことをしたらこの人はいいという評判が出る社会。陰でなんかこう、評価されへんけど頑張ってたっていうのがあったら、それは誰かが自分に、でもあいつやってるねんって言ってくれる社会になったということです。でも、あいつでも実はやってんねんって言うてもらうためには、そういう関係性をちゃんと作っておくのが必要です。このコンテンツ、コミュニティ、キャラクター、この3つを磨いておくときに、ただ、人徳を積んでもしょうがない。ちゃんと、ええやつっていうのは、コミュニティ内に知られて、初めて自分がやってきたことが恵まれるわけですから、なんか、そこら辺であんまりね、怖がらない方がいいと思います。これからの世界。やっとですね、僕らは、一つのロックに縛られて、一つの仕事しかできなくて、で、一つのコミュニティに所属して、生まれたら家族っていうのをずっと背負っていかなあかんかったり、ずっと結婚したらその人と一緒に暮らさなあかんかったり、ずっと一つの仕事決めたら死ぬまでその仕事を定年までやらなあかんかった。世界からようやく抜け出した。抜け出せたことを僕らは不安定になったとか、もうこれからは仕事に出られへん時代が来るっていうふうにネガティブな方向から見てるんですけども、ポジティブな方向からしたら多分なんとなく生きていける世界になったと思います。このハイパーネットワーク社会の正体。なんとなく生きていけるの。で、なんとなく生きていくために最適戦略。ですね、最も堅実で確実な方法がいい人になるってことだと思います。で、そのいい人になったら何をするのかっていうのは、勇者に冒険して困ってる人を助けるっていうことです。僕らのなんか成功っていうのはこれまで何かを得るっていう目的があって、その目的のためだと思うんですけど、目的のために頑張ってると思いつきちゃうんですよ。目的っていうのは死んでられる途中だったりするんですよ。で、目的に行くまでに楽しいことがあまりないわけです。例えば、その世界一の国主になるとかですね、日本を支配するとかって思ってたら、その目的に行くまで、えらいしんどいことばっかりがあるんですよ。でも、勇者になって人助けをするって言ったら、すべてが冒険ですから、途中の過程が全部面白いんです。手段そのものが面白い。これを人生からですね、自分の人生から目的を違うな。自分の人生を目的から解放してあげる。自分の人生には目的がなきゃいけないとかですね。自分には生きていく意味がなきゃいけないというところから解放してあげて、なんとなく生きていって、そして人助けができて、で、だんだん、人というふうに言うてもらえて、周りには気持ちいい仲間がいる状態に。そういう勇者の生き方の方がずっと楽しんだ。以上です。35分、時間が経過してしまいましたけれども、これをですね、極めて意外なところに行き着いたんですね。岡田夫の講演。私たちは一生、生涯就職しないかもしれないよと終わらせていただきました。どうもお疲れ様でした。